はい、どうも皆さんこんにちは、おじいです。本日はバイオハザード RE4 をやっていこうと思います。よろしくお願いします。めちゃくちゃ楽しみ、ずっとやりたかったあのバイオハザード RE4 ですね。シリーズ、バイオハザードシリーズではね、一番人気だと言われているレオンですね。レオンが主役のゲームでございます。レオン自体は RE2、まあバイオハザード2ですね、2の時にラクーンシティに、新人警官としてやってきて、でそこでラクーンシティのあの事件に巻き込まれるわけですね。で、RE3 で、まあ、ちょっとあの辺前後するんだけど、RE2 の前の日とその次の日なんだよね。だから RE2 はちょうどその RE3 の間に挟まってるシリーズなんだけど、その RE3 でジルたちが出てきて、ラクーンシティはなくなってしまうといった感じのがその 1,2,3 の流れなんだけども、その後ですね、そのラクーンシティ新米警官で来てたレオンが、4で、いろんなね、そのラクーンシティで得た教訓とかいろんな辛さとかいろんなものを乗り越えて、4で帰ってきたという感じでございます。で、僕ね、基本的にバイオハザードシリーズはほとんど今までやってきた8、7、バイオハザードリベレーションズ2、リベレーションズ1、この4作をやってきたんですが、この4作はほとんどその内容をね、見たりとか知ってたりとか、プレイしたことあったりとか、そんな感じでやってきてるんですが、この RE4 ほとんど知識ないままやります。だから、まあ、皆さんと一緒です。見てくださる、もうあるそのバイオハザードシリーズ見たことない方と同じ気持ちで遊んでいこうと思いますので、今回もよろしくお願いします。だからちょっとね、中ダラダラするところもあるかもしれませんが、どうかご勘弁をご容赦いただきたいなと思います。では新鮮な気持ちで楽しんでいきましょう。こんにちは、いらっしゃい、ありがとう、こんにちは、ありがとう、ちっちゃい、ありがとう。じゃあ行きましょう。バイオハザード RE4 はどこ？ここ。よいしょ、ちょっと待ってね、今ボリューム落としてんな。おい、ここか。さあ来ましたよ、 RE4 ですね。ちょっとあのバイオハザード RE4 の画面があるんだけど、もう飛ばしちゃってるのですいません。じゃあ早速いきましょう。メインストーリー、あとこのセパレートウェイズっていうのはあのダウンロードコンテンツなんだけど、もう落としてますので、メインストーリーの後にね、やっていこうと思います。これもね、面白いよ。じゃあメインストーリー、レッツゴー、ニューゲームスタート。ちょっと待って、今回どうしようかな。いつもね、カジュアルでやらせてもらってるんですよ。どうしようかな。標準的な内容とバイオハザード4未プレイの方におすすめのモード、自動回復する、クラフト時の弾薬サクセスが増加、一部アイテムの価格が下がる。どうしようかな。敵の強さとか変わらないんであればスタンダードでもいいかな。ちょっと死にまくるかもしれないけどね、スタンダードで行ってみようか今回は。よし、じゃあ行きましょう。初じゃないですか、バイオハザードシリーズでこの標準的な難しい難易度でやるのね。じゃあやっていきましょう、レッツゴー。ちょっとね、重いのよバイオハザード RE4。これダウンロードするのに80ギガかかったからねどんだけでかいデータやねんって。わあ、なんだこれ。コア表現がありますね。1998年9月30日、忘れられない日だ。警官としての俺が死んだ日。
アンブレラが流出させた生物兵器によってあの夜ラクーンシティは崩壊した。俺は惨劇をどうにか生き延びた。救うべき多くの人を置き去りにして。政府の特務機関からの誘いを受けたのはラクーン事件の直後だった。俺に選択肢はなかった。長く厳しい訓練と過酷な任務、望むところだった。あの夜を、後悔を少しでも忘れられるなら俺は救えるのだろうか。今度こそ。かっこよすぎやろテレオン。ちょっとゲーム画面重たいかな。なあ教えてくれよ、こんな山奥に何しに来た。面白いもんなんかねえぜ。まあただの迷子探しだ。その迷子はビップかなんかか。所長直々の命令だ、あんたを手伝えとさ。それでこんな時間に3人でピクニックってわけだ。最高だろ。なかなか言うじゃねえか。ここだけの話なんだが、秘密を教えてやる。この森では遭難者が後を絶たない、いわゆる神隠しってやつだ。なら迷子探しは慣れたもんだな。うん、先週もハイカーの捜索があったばかりだ。心強いな、今回も頼む。いいですね。着いたぞ、この辺だ。ちょっと待っててくれ、すぐ戻る。どこ行くの？フラグ立つんじゃない、こんなことしたら。おっと、現地の言葉ですかね。スーカ、かっこいいねレオン。バージャーセティウマステトリコ。ほらもうフラグ立つじゃん、こんなことしてたら。ホラー映画のタッチションはやられるんだって。あ、ホラー映画じゃなかったわこれ、ホラーゲームだったわ。映画見てる気分でした。なに、無事なんかい？無事やったみたいです。大丈夫でしたね。こいつ案外男前だな。どうしたんだ、えらい遅いな。穴にでも落ちたか。穴に落ちる、悪いんだがちょっと見てきてもらえないか。なんで俺、お前行けよレオン、素直。いいやつ、いいやつですね。俺は車を見張っとく、中金取られたくないしな。おー、もう中金切られとけお前は。泣けるぜ、泣けるぜ。バイオハザードシリーズ、僕毎回ですが、字幕少しちっちゃいのでね、言語も日本語化しております。英語好きな人もねおられるとは思いますが、日本語バージョンで活かしていただいておりますのでよろしくお願いします。チャプター1来ましたね。ちょっと僕ね操作方法が分かってない。バイオね、あのシリーズごとに何、警官を探す、はい、探しましょう。視点操作これね、はいはい。ちょっと遅いかな。まあでもこんなもんちゃこんなもんか。うんうん。ね、この操作をね、しゃがむってどれだ、しゃがむとかねえのか。あ、E なのか。そうか、本当に操作がね違うんだよね、各シリーズによって。ん、なんか聞こえんな。まあとにかく行こうか。やってる間にチュートリアル出るでしょう。ちょっとやっぱりちょっと待ってね、視点の操作がちょっときついね。カメラかな。コントローラーじゃないんだけどね。僕、キーボードなんだけど。通常時。
うん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 。ちょっとだけ強くしていいですか？これも構え字も一目盛り分ぐらい、一目盛りずつぐらい強くしようかな。あ、今の決定なった？ちょっとこれなってるよな。うん、決定いい。じゃあ、うん、多少マシ、まあ多少マシか、いいか。廃墟だね、すごいとこだね。もうちょっと視点移動したいけどな。なるべくね、酔わないように動くつもりではあるんですが、なかなかね、難しいとこもあります。僕あの、ゲームが下手なので、こう焦ってバッて見ちゃったりもするから、その辺は皆さんご容赦ください。部屋の、おい、走る、はい。ああ、走んない、走んない、怖いかな。ここ通れませんね。なんか、鉄条網的なものがありますね。あの、ホラーゲームって大体センターポインターつって真ん中にあの白い点がついてたりするんだけど、この三人称視点っていうのかな、この視点ではね、なかなかつかないので、もし酔いそうだなと思ったら、あの、キャラクター、レオンですね。どこまで行ったんだ。この男前を、後ろ姿を見ていただくと、酔いづらいかと思います。どこまで行ったんだろうね、タッション野郎。タッション野郎。どこ行って、なんでこんなとこ入ってったんだろうね、タッション野郎は。怖いでしょうよ、こんなとこ入っていくの。なんかあるし、なんかあるな。あ、ゲーム音とか大丈夫ですか皆さん。大丈夫ですか。で、ちょっとね、気持ち悪い映像も出てきますよ。すいませんね。F。あー、鹿かな？閉じる。虫がたがってますね。セブンのような感じですね。まあ、こっちが先なんだけどね。そう、RE4、画面綺麗でしょ。あの、一番バイオシリーズでは新しい、ゲームです。あの、もともと4があるんだけど、それをリメイクしているので、シナリオも多少違います。うん。そうなんですよね。声もとも大丈夫。ありがとう。おう、カラス。なんだ。屋敷ですね。一応僕ね、この辺は体験版でプレイしたことあるんですよ。1年前ぐらいかな。もっと前かな？わかんないけど。1年前ぐらいかな、ちょうど。お家がありますね。ちょっと周りも見とこうか。一応見といて、何もないんだっけ？もうちょっとだけこれ、ヒント強くしていいですか？ちょっとやりづれえな。こういうの先にやっとけよっていう話なんだけど、構え時のやつも2個ぐらいあげとこうかな。いいでしょう。微妙だな。まあ、いいか。ちょっとね、遅いですね。さあ、行きましょう。F ね。そうだね。教会みたいなところでゾンビに囲まれたやつ。それです。それが体験版ですね。ごめんね。何回も。ちょっと弱えんだよな。でも、だいぶ上げてんな。もう最大まで行っちゃう？最大まで行っといて。これ構え時そんなに上がらないってことは、構え時はなんか理由があるんだな。画面用意しないようにね、多分早くならないようにしてるんだとは思うんだけど。いや、これでも弱えな。まあ、いっか。誰かいるか？誰かいる？おい、なんか聞こえたね。誰かいるそう。ここか？誰もいないね。ちょっと見ていこうか。この辺は多分体験場と一緒のはず。なんか書いてんね。粗雑なチャーム。裁きは来たれり。と書いてますね。取れるもんでもない。ただファイルには追加される。ファイルってどこにあるんだ？まあ、それぐらいか。別に他。見れるようなもんはない。とにかく汚え部屋っていうことだね。グラフィックすごいね。すごいね。まあ、バイオ8とかもね、超えた後のバイオシリーズなんで、そりゃ、すごくなるよね。まあ、この感じちょっとでも7とか8の雰囲気あるよね。ここは？なんだこれ？これなんだ？角？
鹿の角かな、顎の骨っぽいのもあるね、歯があるかな。画面暗くないですか、大丈夫ですか皆さん。もうちょっとね画面の明るさ変えれるんで、もしよかったら言ってくださいね。見づらいなとか、まあでもねホラーゲームはちょっと暗い方が面白いのもあるのでね。誰かいますか、邪魔するよ、邪魔するんやったら帰ってや、あいよー、いるね、これ完全にやべえやつがいるな。勝手に入ってすまない。勝手に入ってすまない。ごめんねってちゃんと言ってやれよ。怒ってるから多分。レオン。現地の言葉喋れんだね。さすがだね。修行の成果かな。いいジャンバー着てんな、俺。これ多分体験版の時も言ったな。おお、いた。あったね、こういうやつ。後ろいるよ、レオン後ろ。危ないですね。とっさにナイフを構えて攻撃を受け止め、ああ悲鳴が聞こえる。とっさにナイフでね攻撃を受け止め、そして首の骨が折れるほど蹴る。これが修行の成果です。これがレオンです。ありがとうございます。銃を構えるがこれね、はいはい。やっぱちょっとおっせえな。ひどい匂い、ひどい匂いだね。まあ RE2 では新米警官だったレオンがゴリラ化してますね。クリスとかね、あのジルとかみたいにね、ゴリラ化してしまいました。レオンもとうとうバイオハザードの波に飲み込まれてしまいましたね。これだって見るんだっけ。警察手帳、国家警察、マリオ・フェルナンデス・カスタニョ、カスタニョ巡査ね、カスタニョ巡査。これみんな言ってみて、これ絶対言いづらいから、言いづらいから、マリオ・フェルナンデス・カスタニョ巡査、カスタニョ巡査がめっちゃむずいんだよ。言ってごらん、本当に難しいから。カスタニョ巡査、やっぱりね、ちっちゃいよーとかね、ゆーとかが重なるとむずいんだよね。なんで書いてんのこれ、わかんねえな。漁師小屋の鍵使う、いいですね。あ、いいですね、この鍵の入り方、バイオハザードの足。暗ー、あ、電気ありがとう。聞こえた僕の声、レオン、さすがだね。閉まる、自動ドア、はい、バイオハザードは自動ドアですね。骨ですね。骨やらなんやら、獣臭いんだろうねこの下、獣臭そうで、あの通常の2ではねだいぶまた話が違うらしいんですよ、この冒頭の始まり方とかも。なんだけど、リメイク版ではこういう形で始まるっぽいですね。うわーすごいね、なんかお、ネズミがいるね。ちょっとこれネズミ追うのもきついな。ちょっと待ってね、本当にこれで僕戦えるかな、こんな視点移動で。これ何言うんで、大事そうに囲ってるけど、牛の肉とかそんな感じかな、鹿とか牛とかそんな感じかな。悪魔の儀式にヤギを使うとかはあるけどね。なんか聞こえますね、ラジオ的な。邪魔するぜ、埃が飛んでる表現とかすごいね。浮いた、カスタニョ、カスタニョ巡査がいる、カスタニョ巡査、カスタニョ、カスタニョ、どうした、あ、タッション、あ、タッションじゃねえ、こいつは中勤、中勤、中勤も死んじまった、どうなってんだ。ですね、まあここは僕体験版でやってるんで大体わかるんですけど申し訳ない、体験版という強いね、練習時間があったので大体わかってるんだけど、今から人降りてくんだよね。でこれさ、どうやるんだっけ、こうか、
受け。人が下上からね降りてきちゃうんだけど、あいつどっから来るんだっけ。今僕どっから来たっけ。ここから来たん。違うな、こっちか。ん、違うな、僕どっから来たっけ。なんか聞こえるね。なんだ、いい声。怖いね。よいしょ。はい、あそこでねおっさんが出てくるのでかわします。はい、で抜けます。でここにも一人いますが無視します。でもう戦いません。はい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 、うっせ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 。よし、ヒュー。大変だからね戦うの。多分ねあれ下にハーブとかあったんだけど、まあまあいいでしょう。一応取っといた方が良かっただろうけどね。もう取れないんだよね。これが今回来た目的ですね。 HQ、こちらコンドルワン。こちらハニガン、状況は。ターゲットは大統領の娘はこの村にいる可能性が高い。いいニュースだわ、さすがね。まあね、湖に手がかりがありそうだ。誘導を頼む。了解、付近の情報を調べる。お願いね。何が起きたかわからないが、この村はまともじゃない。まともじゃねえ。ちょっと今回この RE4 シリーズ僕ムービー中喋りまくるんで、いつも通りじゃないですが、お許しを。邪魔したな。はい、かっこいい。ヒュー、これがレオンです。スンってねスンってなりますね。いやレオンかっこいいのよ。まああの地下でね一番最初に襲ってくるミラビトをかわすところからもうねかっこよかったもんね。まあ操作してるのは僕なんだけどね。かっこいい。ヒュー。景色がすごいね。このグラフィックを維持できてるのがすごい。まあ、僕のね、しょぼいパソコンでもなんとかここまでは見れることができますね。皆様にお見せできる、お見せしてお見せできることになっております。まあ、頑張ってくれてるんでしょうパソコンが。そうね、イコール僕がかっこいいということだね。今気づいた？今気づいたのね。カラスがいますね、撃ちましょう。はい、ありがとう。このゲーム、ちょっとひどいなとか思うんだけど、あのお金がすごく大事なゲームなので、あ、ガンパウダーでしたね。お金かなと思ったんだけど、大事なのでこういうのも取っていきますよ。取れるものから取っていく。うん、ハンドガンの弾ないっす、ありがとう。ハンドガンの弾これリロードしとかなくて大丈夫？しときましょう。OK。ここもお家ありますね。これどっちだろうな。こっちかな。なんか声すんな、でも。家の中は大丈夫だよな。なんか周りから結構、うがうがうごうご聞こえますね。あ、セーブできますね。第一セーブポイントを。セーブさせてください。はい、セーブ。ジャギーン。第一セーブですね。初めての。村への林道、湖畔へ向かう、うん。いいですね。では、ちょっとこの辺もちゃんと漁りつつね、やっていきましょう。なんか声聞こえるなぁ、うっすらと。このバイオ8、7とね、第一人称で、これ毎回思うけど、僕、これ第一人称って言ってるけど、第一人称ってなんだ、一人称視点でね、やらせていただいてましたけども、最近、RE、お、なんか声すんな、7とか、いろいろやらせていただいてる中で、やっぱりこういうね、第三視点もいいですよね。狼さん死んでますね。うん、すっごい声するね、向こうから。村人いますね、多分。まあ、無視しましょう。怖いから。なんか取れそうですね。ハンドガンの弾、ありがたい。弾がめちゃくちゃあるね。いいですね。さあ、ここから人の声聞こえてきますよ。
カラスを撃っちゃったからバレちゃったんだね。どこにいる？怖いね。アイテム取りたいね、これ。でも後ろから声するね。後ろから声してるね。早くして。すごい声がします。どこだ？見えないな。ちょっとレオンが邪魔で見えないんだよな、画面が。ちょっと僕興奮しすぎて、マイクに近寄っちゃうかもしれないから、声大きくなったらごめんね。なんかこの辺から聞こえる気もするな。まあ、近くにはいる。どこだ？あ、いたね。おい。おい。えい、メレー。これができるんですよ。この、フォーはね。あ、やばい。こいつ避ける。賢い。あ、やばい。ちょっと待って。危ねえ。ふぅ。足を打って、おい、危ないな、こいつ。足を打って、ひるましたところで、メレー、まとめてね。いきましょう。ふぅ。なんかなってる、なんかなってる、なんかなってる。怖い怖い怖い、なんかなってる。なんかなってる、やっべえ。強くなったー。やばい、リロードリロード。やばい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 。あー、ナイフ使っちゃった。そう。一撃でね、多分倒せないと、ああいう風な感じね、なんかなるんでしょうね。弾結構使っちまった、もったいね。そう、このね、方は、格闘技が使えます。うん。まあ、今使えてなかったけど、メレーっていうね。相手がひるんだ時に、近寄っていって、格闘技で倒すということができます。ゴリラだからね。うん。すごいですね。で、あとね、このゲームね、ちょっと難しいところがあって、これナイフあります。で、今までバイオハザードシリーズっていうのは、ナイフっていうのは何回でも使える無敵の武器でした。うん、この1、2、3、4ぐらいかな、5、6よくわかんないけど、リベレーションズとかではあまり使ってないんだけど、僕はこのナイフという無敵の武器があるんです。敵に掴まれた時に刺すとか、敵が倒れた時にとどめを刺すとか、あとこの RE4 で言うと、相手が投擲武器を投げてきた時に受け止める、パリーって言ってね、カーンって弾き返したりすることができるんです。ただね、これ見たらわかるんだけど、耐久度あんの、ナイフに。だからナイフが無敵じゃないんですよ。耐久度なくなると壊れます。だからナイフの使いすぎ注意です。困る、困るよね。ナイフに耐久度あるてって思うよね。痛い、見てなかった、全然見てなかった。これダメージ結構受けたんじゃない？いや、見てませんでした。ひどい、ほんとひどいね。人いますね。はいはい、よし、来い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 、いいよ。もちろんヘッドショットは強いです。よいしょ、死にましたね。まあ余裕ですよ。どんだけの期間バイオハザードをやってるかということをね、知らしめていこうと思いますよ。武器の切り替え、あー、これで武器の切り替えができる。はいはいはい、2番で持ち替えできるのね。 OKOKOK。今のが手榴弾か。お、ハーブありましたね。これハーブってどうなるんだろう。はい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 、ショートカットね。ショートカット通る1番2番、あー、まあいいか。これはハーブとかもつけれんだ。なるほどね。ショートカットに回復もつけれんのか。これ何、先行手榴弾、これ救急スプレーで、今何持ってたっけ。これが2番にあるのね。はいはい。投げるときってどうやるんだろうな。アイテム持ち替えて使わないと投げれないのかな。で、ハーブもこれ単体で使えんのかな。なんかね、リベレーションズとかだと、あれなんだよ。
ハーブとハーブを混ぜるとハーブが増えるんだよね。でも通常のバイオハザードだと緑と赤を混ぜると強力なハーブになるみたいな感じなので、多分そっちだろうな。また違うハーブ取ったら説明出そうだね。さあここからちょっと体験版でも地獄のようなことがあるんですけど、単体では使用できないって書いてあった？マジ？本当だ使用できませんね。単体では無理。じゃあ別のハーブがいって、そのハーブと混ぜないとダメ。今なんか黒板消しみたいなことしなかった？やめて、そのいじめっ子みたいな。いじめられてんのかな、レオン。さあ来ましたよ、村。ここは本当みんなトラウマになってるんじゃないですか、体験版やってる人たちも。ズーム。これあれですね、中金男です。中金おまわりさんが燃やされてますね。多分この村では中金を犯すと燃やされるんでしょうね。すごいペナルティーですね。怖い。一応いいでしょ、画面のね。一応ね、この村は人にね、なるべくバレたくないというのがあってですね、人にバレちゃうと全員一気に襲いかかってくるんですよ。なので、あ、間違えた間違えた。なんでリロードした？なるべくバレたくない。なるべくバレたくないよと。で、音を立てるとバレます。なので音は立てないようにしていきたいよね。これ閉めれたよね、確か。あれダメだっけ？あれ、あ、閉めれたね。 OK。なるべく静かにやっていきましょうね。静かに。静かにやっていかないと、すぐに気づかれちゃうから。そうね。静かに。静かに行きましょう。ってやってるとバレるんで、バレたときはしゃあないので、逃げましょう。はいはい、逃げましょうね。はい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 。はいはいはい、怖い怖い怖い。はい怖い怖い。はい怖い怖い。はい怖いですよ。よいしょ。さあ怖いですよ。ここからチェーンソー男ができます。こいつがね、この RE4 では本当にトラウマ野郎です。そのトラウマ野郎をなんとかしたい。しかも僕は今回ノーマルで挑んでますからね。いけるんでしょうか、僕のような下手くそでも。取れるもん取ってきましょうね。ちょっとあいつらが来る前に。怖い怖い怖い。チェーンソーも来てるよ。よいしょ。ショットガンもらいましょう。で、ここで武器かな。あ、もらいましょう。で、この辺の階段も落としましょう。はい、来たらダメよ。よし。ここも乗り越えましょう。危ない。で、ショットガンで、とりあえずチェーンソーやりましょう。痛い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 。やべやべやべ。よし。で、投げましょう。これどうやって投げんだ？あー、わかんねえ。手榴弾の投げ方がわかんない。やばい、弾がない。オッケー。そうなったら怖いね。逃げましょう逃げましょう。ちょっと待ってね、手榴弾の投げ方がわかんないな、僕。これどうやって投げんだ？とにかくね、時間までに逃げまくれば勝ちでーす。弾欲しい、弾欲しい。で、この辺確か、そう、火事になって、いて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 、牛が襲ってくる。時間を稼ぎましょう。とにかく逃げまくればなんとかなります。ショットガン使い切れなかったな。弾なくなっちまったな。よし。落ち着いてね、落ち着いて。ちょっと手榴弾がね、どうやって使うのかわかんねえんだよな。いで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 。やばい、ナイフがもったいない。よし、危ない危ない危ない。ゆい。回復したいね。お、ちょっと待って。いらん画面出ちゃった。ゲームに戻るで。ちょっと待ってね、急にチュートリアル入りました。クラフトかな。で、
緑と赤を混ぜるのか。でこれの使い方が分かんねえんだよ、手榴弾の使い方が。どうやって出んだ。ちょっと待ってね。あ、この状態で無敵なんだらいくらでも使えんじゃんね。使おう。はい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 、捕まんないよ、捕まんないよ。いいでいいで、お前らやりたい方でやってくれやがって、この野郎。ちょっと手榴弾の使い方が分かんねえな。ゲージは出るんだよな、ゲージは出るけど、いいでー、ゲージは出るけど、あ、こうか、今か、分かったの、今分かんのかよ。こっちね、OKOKOK、分かった。こうね、よいしょ。チェーンソーやりてえな、やばい、後ろから来てるなと思ったよ。弾が足りないね、弾をどっかで取りたいね。よいしょ、いって、このボケカス、メレー、ういえい、ちょっと弾とかも取っていこうね。うい、おい、よいしょ。卵って何、卵って何よ、卵ってなんだ、いてやべ、死ぬ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 から。ハーブねえか、ハーブ、お前邪魔だな。おい、よし、ちょっと時間まだまだやるの。あ、待って、リロードする、ちょっと長くない、危ねえ危ねえ、ふいふい、こいつら足遅くてよかったね。よいしょ、はいよー、よいしょよいしょよいしょ、てめれー、まとめてー、ふぅ、コインとかはね後で拾います。なので今はねとりあえず粘りましょう。弾がないよ、弾がないよ、はい、めれーね。うわ、お前なんで生きてんだ、弾がねえぞ。お、やった、チャイム鳴りました。これが鳴るとみんなお昼の時間です。はい、みんなお昼休憩です。お疲れ様でした。さあゆっくりご飯を食べてもらってね。さすがノーマルですね。ねんねん猛暑ね、年々猛暑ね、わかるわかる、早く帰りてってね。これ首の骨折れた人だよね、最初の。いたんだまだ。このおっさん怖いんだけどさ、かっこよくない？今のおじさん、おじさん好きとしてはあのおじさんがめちゃくちゃかっこいいと思ってんだよね、最後の去り方ね。どうなってるんだ、どうなってんだろうね。ああ、バイオハザード RE4、かっこいい、かっこいいね始まり方。さあ僕もう死にかけなんだよね誰もいなくなったのはいいけども死にかけなんです。こちら HQ 湖へのルートが分かったわ。死にかけなんだよ。村の奥へ向かってくる。それどころじゃねえの。了解、これから向かう。気をつけてね、コンドルは。もう遅いよ、気をつけては。ちょっといろいろ部屋の中見ていきましょう。どっかにハーブない？しまってんのかい？閉まってんのかい？マップ開くとかもう今いいかな。ちょっと待って、ここなんか鶏の卵めちゃくちゃあるな。ん？これ何？あ、登れんだ。二人いればここ登れるよってことか。二人いたらじゃあ上から入れんだね。なるほど。一人の時は無理なんか。そういうことね。そういうのもあんだね、この RE4 は。
なるほどなるほど。ちょっとマジで僕死にかけてんだけど、これほっといても死ぬんじゃない？体力見て、僕のあの銃のマークのあの円形になってるやつが僕の体力ゲージなんだけど、うお、ちょっとお前教会帰ったんちゃうんかいなあ、なんで生きてんだ、びっくり要素だったんだね、ほんと大迷惑、弾もったいねえ、もう完全に気緩んでましたよ僕は。これ何？ベルベットブルー、宝石を取りましたね。なんかね、本当にお金が大事なんだってこの RE4 は。だからお金関係は必要なんだけど、今は僕はそれよりもハーブだな。これさっきの屋根裏か？あっぽいね。ちょっとこの辺取り忘れとかなかったかな。あ、ショットガンの弾あんじゃんここに。うそー、その3発ぐらいはぶち込んどきたかったね、あのチェーンソーに。倒したかった、もう一回やり直して。一応見に行こうか、ここも何匹か多分倒してて、僕通り際に取っては取っていたんだよなアイテム。うん、やばい、死にかけた。なんか取りましたね、またベルベットブルーかな。大丈夫？その体力で飛び降りて。ちょっとマジで回復1個ぐらいは絶対あるよね。こんなにないことある？素材 S。 なんか知らんもん出てきましたね。ちょっとほら、もう本当に死にかけてっから。あ、違うわ、僕さ救急スプレー持ってたわ。とりあえずこれ使おう。うん、知らんけど。でショットガンをちょっと持ち替えたいね。これショートカット間違えそう。2番にして、3番4番をこの手榴弾系にしようかな。うん、で2番でショットガンでしょ。リロードしておいて、オッケーオッケー。なんだ、回復薬あったじゃんね。ちょっとあの本当にハーブとか他にないですか。一応全回復はしたけど。素材イエス、素材イエスがめちゃくちゃあるな。めちゃくちゃ怒ったね今。ここも開けんの嫌だな。開けたりはないのか。うん、開けれないっぽいな。どんどん壊していこうね、人んちだから。あ、いっぱい落ちてんじゃんアイテム。結構倒したよね、なんだかんだでね。ん？拾い忘れてない。オッケー。さあ、僕どの辺見てどの辺見てないかもちょっと分かってない。これ教会ね、みんな入っていったんだけど、もう入れないんだよね。入れません。鍵がないから入れません。うん。で、ここは、あ、そうそう、これね。これ有名なやつですね。あの、教会の、この塔みたいなやつがあるんだけど、これあの、今回のリメイク版になる前、もともとのバイオハザード4の時は、ここめちゃめちゃ強い場所だったんだって。だからこの上に登って、階段を登ってくる村人を撃ち落とすみたいな。撃ち下ろししていくっていう、すげえ強い場所だったらしいんだけど、ここね、ちょっと待って、ハーブだけ取らしてね。抜けんだよ。僕体験版の時にここマジでビビったから、うーん、っつってなったからね。うーん、すごい場所なの、マジでびっくりするよね。しかもあれのあんな村人に追われてる最中にあれなるからさ、どうしようもないぐらいびっくりするよね。ちょっと緑のハーブしかないね。チェーンソーをね、倒してたら結構いい宝石をね、手に入れられたんだけど、まあ、ちょっと倒せなかったので、諦めるしかないね。またちょっと倒すプレイはまたやろう。いけそうな感じしたな、でもさっきの感じだと。
うん、入れないんだね。ちょっとあの奥の方まだ見てないんだよな、ちゃんと。ちょっと一回奥もちゃんと見に行こう。アイテムね、回収は絶対しといた方がいい。このバイオハザードはね、アイテム取らなくてめんどくさがって取らずに行って後で後悔っていうのめちゃくちゃあるから、時間はかかるけどちゃんと取りに行きましょう。奥からちゃんと順番に行こうか。この辺って取り忘れないよな。ここはずっとさっきから走ってた場所だね。ここは入れないのかな。ここは入れるね。なんかないですか。開かないね。これも内側から開けれるのか。ああ、違うね。部屋だな。すげえリアルだよね。あれ、でもこの辺壊した跡あるな。うん。僕入ったのかな。うん、入ったっぽいか。ちょっともう一周しますね。また同じとこぐるーっとね。あの敵を倒した残りとかもね、こうやって落ちてたりするんで、ちゃんと取っときましょうね。ここにハーブがありましたね、赤ハーブ。これ合成しよう。クラフトで、うん、なるほど。今なんか書いてたな。赤、緑、赤、木のハーブを組み合わせたものは体力の最大値が上昇するんだって。最大値上昇するの。あ、ここのゲージが上がんのか。今これが満タンだけど、すげえじゃん。黄色のハーブね、結構レアなのかな。いいですね。ここにも落ちてますね。効果じゃない、通貨。鶏さんってやれんのかな。あとは見れてなさそうなんで言うと、こっからも行けるな。どっかに、どっち行くんだろう。なんか村の端から行ってみたいなこと言ってたね。ここは、あ、これも潰せんだ。潰すだけか。邪魔するよー。回復が結構ねえなあ。ハンドガンの弾。オッケーかな。こんなもんでしょう、多分。あ、これはいけない。これはぐるーっと一周するようだな。逃げる用の道なんだ。なるほど。こういうのも利用したらいいんだね。こっちでいいのかな。ああ、こっち行けるな。ちょっと待ってね。向こう側もね、一箇所行けそうな。とかあったんだよな。マップがね、なかなか覚えづらいんだけど、こんなことやってて、こう教会から出てこないのかな、村人。ハーブありました。こっち通れないね。ここじゃなくて、これを越えた先の、あれ違うな。こっちじゃなくて、こっちだな。こっちの先になんかねえのかな。あ、ほら、こっちも扉あんだよな。どっちが正解？扉2つあるんだけど。まあ、行けなかったらいけないよね、多分。開かないとかあるよね。うわ、開きそう。開くんだけど、どっちが正解？マップ。はっはっは。マップ画面で現在地と目的地を確認できる。宝の地図があればトレジャーの隠し場所もわかるようになる。目的地としては合ってんのか。このびっくりマーク。ああ、ここは入れなかった部屋だね。この左の。あ、ここにダイヤのマークあるな。なるほど。ちょっと待って。アイテム取り忘れてるな、これ。ちょっと取りに行っていいですか。え、待って。向こうから人の声すんだけど。あれ言ってたら戦いだったのかな。いや、
声するな。え？え？帰ってきた？人帰ってきた？教会から出てきたらやだねとか言ってたら帰ってきた？普通に人の声するんだけど。どこだ？ここに玉っぽいマークがあるね。回復かな？これなんだ？階段の上。この上か。2階だな。人の声するよね。この2階にあるっぽいんだな。多分ここだよね。なんか取り忘れてた？どこだ？引き出し開けたりとかできるわけでもないし。あれ？ここっぽいんだよな。あ、違うな。階段の方だ。おい？まあ、わかんなかったらいいか。違うな。中だな。ごめんね、行ったり来たりして。この下かな？これの裏側、階段の裏側。あー、ここにもいっぱいあんじゃん。救急スプレーもあんじゃん。もっと早くに気づいてたら。ここに逃げ込んだ段階であれ取っとかなあかんかったね。あ、これ閉めれんだ。これホールドすることによってね、こうやって入ってこれねえようにするんだね。まあ、とはいえ、こっちからチェーンソーガンガン開けそうになってたもんね。まあまあ、ちょっとは時間稼ぎできるよってことか。で、この横に宝石のマークがあるんだよな。この家だな。どこだ？こっちから行けるわけじゃない。お墓があるな。家の中だね。こっちだな、やっぱり。どうやって入んだろう。なんか今、出た？違うね。違うな。こっから入れんな。あ、鍵がいるとこか、これ。そうだそうだ。鍵がいるんだよな。おっさん倒したとこだね。どっかで鍵、あ、これだ。これ鍵がいるんだよね。ここにあるんだね。はいはいはい。で、隣のこのびっくりマークは、あれだ。あれです。はい。なので、いけません。OKOK。で、これのまっすぐ直線上に、なんかあるけど、こっちか。教会、あ、これ教会か。これは教会だよな。じゃあ、こっちのさ、目的地じゃないけど、ドアが開く方、一回行ってみようかな。せっかくね、この、遊びたくてたまらなかった RE4 ができるので、ちょっと見れるところガンガン見ていきたい。普段の僕ならもうバンバン無視するんだけど。開かないんだ、やっぱりこっちは。なるほど。うまいことできたよね。次回多分この村に来るときは、こっちから帰ってくるというか、そんなかな。バイオ的にね。よし、じゃあ先進みましょう。この最初の1シーン、このね、面白シーンまで、だいたい1時間やってますね。どんだけ時間かけてやる気やねんって。時間かけてやりますよ。リロードしときましょう。してますね。ショットガンも大丈夫。オッケー。手榴弾がもうあんまねえんだな。で、これが4番になってんだな。これ3番にしよう。3番にして。OK。よし、行きましょう。1時間経つの早いな。めっちゃ人の声するわ。
こっちからするね。まあ、どっから来てもいいように思っとかないんだね。風車だ。風車どこ？あれね。あれが風車ですね。あの風車に向かってます。めっちゃ声すんじゃん。外だな。中から声はしないな。あ、セーブできまーす。セーブさせてもらいましょう。ジャギーン。ありがとうございます。あ、セーブ位置置いといたらよかったな。もう一回チェーンソー勝負したかったな。この音で村人に気づかれないのかな。すげえ声するね。あ、いるじゃん。普通に普通に生活している、生活を営んでおられる。これやっていいのかな。気づかれたら切れんのかな。切れるんだったら先にやっときたいんだけど。やるんかーい。普通の人をいきなりやるんかーいっつってね。めっちゃ来んのか、もしかして。これもうお前ら教会に行っとけよ。バレちゃダメだったのかな、もしかして。お、卵何だから、さっきかな。よいしょー。あ、命令できない。やべ、なんかなってる。あ、死んだのか、よかった。ふう、急にゾンビ化したのかと思った。あ、しょう、牛さんがいますね。この牛さんは変なゾンビ化みたいなしてないのかな。樽を壊すのにそんな気合いる。まあいるよね。まだ声するね、人の。さっきおっさん倒したとこ、あ、これだ。いろいろ見とこう。風車に行けばいいんだよね、あのね、こっちね。はいはい。ただちょっと気になるものを見ていきましょう。うわ、井戸。えぐいね。もう腐っちゃってんだろうね、井戸。水溜まって。白豚さんいるじゃん、かわいい。白豚めっちゃかわいいんだけど、見て。ほら、切ったね。かわいいっつってんのに。見たらケツだった。これなんだ？あー、トラップだ。このトラップ仕掛けてやがったのか、こいつら。黒豚もいいんじゃん。ねえ。かわいいよね、豚。豚、こっ、豚。今ね、エースコックのコマーシャルですね、確か。ちょっと視点移動がマジでえぐいね。あそこになんかあるな。ここ入っていいのかな？入れる？これ。扉じゃない。扉じゃないな。なんか風車の音とかすごいリアルだね。ギギギギギギギッつって。あ、こっちから入れそう。あ、人の声するね。急にお邪魔します。あれ、開かねえわ。なるほど、今は入れないってことね。そうそう、お腹が空いた、ブーですね。お、ハーブ発見、ありがとう。なんかそこに宝箱あるんだけど、あれ欲しい。これ何？バイオシリーズではよくあるこの形の鍵じゃないと開かないってやつね。で、ここにこういうのあるんだけど、これ割ったら人出てくるよね。気づかない？気づいてるよね。入れないんだ。そうか、ちょっと待ってね。ごめんごめん、喉がちょっと。よし、ここはここの人たち出てこないのかな。出てこれないもんね。あ、上にもあった。さっきからね、5分の3になってるんで、まあ収集要素ですね。これバイオシリーズは毎回ありますね。うん、なんかここ割ったらいいんだろうな。で、これ何？青い依頼書。各所に貼られてある青い張り紙から依頼を受けられる。受けた依頼はファイルズ画面で確認できる。
青いメダリオンの破壊。ああ、今壊してるやつだね。忌まわしき教団の青いメダリオンを破壊してくれ。達成条件、青いメダリオンをすべて破壊。場所、農場。スピネルさん。スピネルって何？その報酬のスピネルがわかんねえんだけど。これ、マップで見れたりせんのか？あるなぁ。戻らなあかんな。あと2個あるっぽいですね。せっかくなんで取りましょうか。収集要素もね、今見えたらチラッと。これだ。これナイフじゃダメ？弾もったいねえんだけど。あ、いけた。ほんとあの後ろの窓からあれ割るんだろうね、こっち側の窓から。うん、もう一個ぐらいなんかこの辺になかった？あ、逆だな。こっちだな。多分ね、よう見たら見えるような場所に多分あると思うんだよね。こういう収集要素はね。左だな。これどっかにあんのか？この家らへんだな、多分。もしくはそこの風車とかにない？ちょっと気づきづらいとことかにあったりするんだよな、こういうのって。あんまりめんどくさかったらもう探しません。私。すぐ諦めるんで。今こっちの進行方向だね。こっち方面のどっかにあるぞ。この、農場内にあるのかな、どうも。あれでもさっき一個通ったね、これね。逆だ。やっぱこっちなんだ。この木の中のどっかとかにあんのかな？こっちだな。この中か。あった！ありましたよー。上に。はい、5枚。これでいいのね。よし、じゃあ先行きましょう。この中にね、人いるっぽいんだけど、ここはなんかどうも出てこないっぽい。ていうか、出てこれない？感じがしますね。じゃあ先行きましょうか。それともここでなんか、出れなくなって後ろから襲ってくるパターンなのかな。まあ、多分フラグが立つでしょう、そうなれば。なんかピーピー言ってる。次元爆弾みたいな。やっべえ！あるじゃん！爆弾！バイオセブンかと思った。これしゃがんでいったらいいか。置いといた方がいいのかな。敵が来た時にこいつに引っかかってくれたら。で、自分で引っかかるんだよね。そういう時ってね。ハーブがありますね。ありがたい。これハーブはも、あ、黄色だ！これか、黄色。ちょっと待って。じゃあこれと、クラフトで、黄色。赤、黄、赤のこの3つを合体すると体力の最大値が上昇するんだって。なので、置いとこっか。ね。で、ダメージ受けた時に、ついでに最大値も上昇しよっか。で、確かね、この辺に、あ、これ右側か。こっちになんかダイヤのマークあるけど、これはあれだな。さっきの鍵がいるとこだね。なので、無視しましょう。で、下の次元爆弾は置いといたら、下から村人が来た時に勝手に引っかかって爆発するんじゃない？そういうラッキーもちょっと求めましょうか。で、ここに扉一つあります。こっちも行ける場所が一つ。で、今までね、バイオハザードリベレーションズとか、いろいろこう、敵と戦わないといけない、結構アクション要素の強いゲームをたくさんやってきたんですが、この RE4 その辺もねちょっとえぐいです。自分で直せってわけか。ここの歯車がいるってことね。この歯車があればこれを使ったら回ると。回ったら何になるの？回ったら風車が動くってこと？これどっちから先行ったらいいのかな。扉から先行くか。いや、あんま関係ねえか。あそこに箱があるね。あ、こっちからしか入れないってことか、さっきのあの、下から入れなかった家。で、こっち行けるな。ちょっと待てよ。これ絶対なんか意味あるな。
もう一個の方の道から行こうか。こっちはこちらに繋がっている。はい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 、これ絶対出るよね。でも声しないな。さっき向こうは向こう側に落ちれて、こっちはこっち側に落ちれるね。うん、あ、声するわ中から。なるべく弾使わずに倒したいんだよな。いるね。でもここなら大丈夫だな。おい、あ、これ外す、これ外す、やばいな。下のやつ一気に上上がってきてくれるとありがたいんだけど、来ねえかな。あー、肩痛い肩痛い、肩だるいね。レオン肩だるいの巻。おばちゃんありがとう。これ絶対下にいるよな。声するもん。え、なんか獣みたいな声するんだけど。うる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 。なんだ？あの、うじゅうじゅなに、うじゅうじゅ。めっちゃキモいんだけど、これさっきも言ったけどさ。これ外からいっぱい声してない？外から。一人二人の声じゃないよな、これ。うわ、何あいつ、ミノタウルス。やばい、今のうちに、今のうちにあれ取っとくべきだった、下の宝。多分これは倒せんのじゃない、あの強そうなのは。間違えた。プレゼントだ、すぐ爆発して。うわ、ひるまねえこいつ。よし、やばい、危ねえ、こいつダメだ、これ弾無駄遣いになるかもしんない。倒せねえぞ。でも倒してえな、倒してえな。やばい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 、危ねえ、ふう、危ねえぜ。よし、見失ってる。よし、危ない、痛い、ちょっとカースの早すぎた。まあ、ちょうどいいわ。あー、お前らは、お前らはいいんだ。普通の村人はいいんだって。風情、おい、何？今の当たんの？今の当たんだ。ちょっと待ってね。ちょっともうちょっとやばくなってか。うわ、あいつすげえな。命令したい。あ、やった、倒したー。ナイスー。ちょっと待って。お前らはいい。お前ら普通の村人は別に相手にしてない。ちょっと待って、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 待って。ちょ、先回復しよう。先回復しよう。ういー。あ、ほんとだ。ちょっと最大値上がった気がする。待って。ほい。うわ、危ねえ。ちょっと命令させてくれ。よしよし。命令したらね、周りのやつ巻き込むかな。これでついでに、一緒に巻き込もう。オッケー。よしよしよし。宝石くれたね、さっきのあのミノタウルスみたいなやつ。これ。ほら、ベルベットブルー。なにこいつ、怖っ。顔失うんだけど。で、弾ないし。危ねえ。ちょこっとね、上がったっぽいよ。うん。で、僕、爆弾がもう全部使っちゃった。あの、ミノタウルス怖すぎて投げちゃった。よし。これで安心してアイテム取れますね。やっぱこういうのは全部倒した方が楽だね。ただ、こういうのをいちいち倒してると弾が足らなくなっちゃうから、本来は倒さない方がいいんだろうね。あった、木製の歯車。オッケー。このとこに、あ、キッチンナイフだって。キッチンニャイフ。キッチンナイフだって。キッチンナイフもナイフとして使えるってことか。なるほど。で、ハーブ。あ、ハーブナイス。じゃあこれと、赤で、渡しとこう。これなるべく黄色が来るとき用に置いといた方がいいね。なるべくね。使わないように。ただもう使わないとやってらんねえよな。死んじゃうよな。向こうから飛び降りた先も知りたいんだけど、どうしようかな。飛び降りて帰ってこれんのかな？それがわかんねえんだよな。あ、そうか。わかったわかった。歯車入れたらこの下が開くだけだ。オッケー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 。じゃあ戻ってこれるわ。で、今下の、やっぱり、
引っかかってたね。下の爆弾を置いてたところ、今アイテムが落ちてたんで誰かやられたんでしょうね。うん、ラッキー。じゃあ歯車入れて、かっこいい、レッツゴー。でこれで下の鉄格子が開くんか。はい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 、わかりやすい。なるほどね。でもうこっちから飛び降りても戻ってこれるってことだ。こっからね。で本来の行き道もこっちなんだろうね、多分。よいしょ。うん、あれ戻れないぞ。戻れねえんだけど。今開いたのどこじゃん。あれ僕間違えた、ここ降りてくるとこ。あ、でも宝箱あるじゃん。降りてよかった。フラゴン、何フラゴンって。トレジャーの組み合わせ、拾ったトレジャーはキーアイテム&トレジャーズ画面で確認できる。一部のトレジャーは宝石をはむこむことでより高値で売却できるようになる。あー、聞いたことある。これあれだ、これ取ってるじゃん、ルビーとか。このベルベットブルーは分からんけど、この丸とか四角とか三角とかの宝石があんのよ。でこれよく見たらさ、この真ん中に丸とか開いてるでしょ。でこれ普通に売ったら 4000PTAS っていうお金で売れるんだけど、ここに宝石をくっつけることでさらに高値で売れるってやつだね。うん、だからまあレアアイテム、じゃあレアアイテムか。ラッキー、取りに来といてよかった。南京錠開くんだ。レオンはゴリラ、うん、やっぱりゴリラだったね。全部の扉開けとこうね、せっかくだから。風通しよくしとこ。よし、じゃあまあ多分ここの村はほぼ取ったでしょう。これなんだ、このマーク。これなんだろうな。ちょっと見に行ってみていいですか。これ何のマークだ。行ってないとこあったっけ。これ、これだよな、多分。うん、この中だ。この中って入れたっけ。入れたね。入ったね、僕さっき。あ、セーブポイントのマークね。あ、一応セーブしとっか。オッケー。ちょっとチェーンソーだけがどうしてもまだ悔やみきれないんだよな。倒したかったな。じゃあ行きましょう。あ、牛さん、びっくりした。ここも。この卵何って、だから。卵何これ。茶色の卵。使用すると体力を回復する。え、回復するんだ。体力回復するんだって、卵。あれ？あれ？こうか。卵並べとこう、綺麗に。こういうの気になる。こういうアイテムがこううろうろしてるの気になるね。あとはまあ別に、素材ってなんだろうな。弾薬のクラフト素材。あー、そういうことか。これはガンパウダーと混ぜることで弾が作れんだ。あ、今回そんな感じね。はい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 。じゃあ弾作ってもいいんだ。まあ弾まだ今あるから、とりあえず持って絶対ないよね。今はちょっと置いとこうか。ガンパウダーで作れるんだね。はいはいはい、これは便利だね。でキッチンナイフとかいうのも拾ったよな、これか。だから今このナイフ使うってるともったいないから、キッチン用ナイフでいいよね。装備、うん、入れ替わったね。 OKOKOK。 ちょっとごめんね、場所を変えしていいですか。どうしても気になっちゃって、これどこに置いてあったっけ。ここか。あ、違う違う違う、ちょっと待ってね、まだ慣れないんだ操作に。違う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 、
違うのよ、こんなことしたいわけじゃなくて、ショットガンを上に置きたいだけなんだよね。あれ、置けねえ、入んねえんだこの隙間に。ってことは分かった分かった、無理やりでも僕持っていくかな、こういうのはね。こいつは、ああもう9でしょ、違うって。だからでクリックでいけんのかい、こう向きしか無理なんだ。こうで、こう7入る、はいはいはい。違う違う、なんかこれアイテム入れ替わんだよな。でこう、あーすっきりした、ごめんね無駄に時間かけて。で弾はこっちにしようかな。で回復、もうめんどくさくなってきた、もういいか。こういうのはめんどくさいんです僕ね。でこっちだね、オッケー。じゃあガンガン行きましょう。バイオハザードリベレーションズシリーズはさ、タブボタンでもう一気に回復だったのよ、だから楽だったんだけど、これショートカットで使っとかないと難しいね。すごいねこの景色、かっこいい。バイオハザードらしくなってきましたね、この最近の。いいですね、楽しいですよ。生肉みたいないっぱいありますけど楽しいですよ。敵は結構まだ戦いやすいかな。なんかあのライカンいましたよね、あのビレッジで出てきた敵、人間っぽい、でも人間じゃない敵、狼みたいなね、狼男だっけ、あいつらの方が戦いづらかったかな。あれ開かねえの、当たり前のように僕こっち向かってきたけど違うの、え、なんでこれか、ボールと、うわー牛さんの血まみれの牛さんが、ごめんね。いやーすごいなー、セーブ入りましたね。セーブ入ったってことはこの町で合ってんでしょう。この町、この道でね。わーすごいね、毎回このなんか変な儀式みたいなこれ立ってるよね、このバイオシリーズは。うえい、よし、つえい、つえい、あ、なんだ、え、なに、ちょい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 、なんちゅうことするん、どっから撃ったん、しかもあそこか、え、これこっちからも来そうだな、え、危ねえ危ねえ、こいつら物投げてやがる、お前俺に勝てる思うなよ。え、待って、後ろから声する、後ろに持ったんかい、よいしょ、ふう、これ待ってたらガンガン来そうだな。ちょっとリロードしてから行こう。あの、橋の上の二人は落としましたね、多分銃で撃って。一人落ちてったのは見えたけど、一人は、あ、二人ともやられてるね。オッケーオッケー。なーに、おばちゃん。あ、やっべえ、こいつ。めれ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 。よいしょい。いい。え、生きてんの？すげえな。強え、おばちゃん強え、女の人の方が強えんだなやっぱり。ああ分かった、これ上も油断できないね、こうなってくると上からなんか落としてきたりもあるんだ。でやっぱりこの視点移動ちょっとむずいな、なんか僕バイオ8の時も言ってたよね、最初視点移動がーっつって。それはいいとして、回復は今使わなくて大丈夫。ナイフは今こっちにしてる。うわ、もうやばいね、こっちのコンバットナイフが。これ攻撃力みたいな数値って見れないのかな。
くないよレオン、電気つけね。え、電気つけてよ。こんな暗い中走っていくの？レオンってお前懐中電灯持ってたじゃん。なんでつけないの？え、なんか勝手につけるよね、僕じゃないよね使うの。え、何つけて。つけないんだ、かたくなにつけないんだね。そっか、コウモリのためか。わあ、何湖がどうのって。うわ、人いるんだけど。人いるよ。え、結構な声するよ。バレてるよね。やば、あいつやべえな、なんか爆弾持ってる。あんなんダメ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 。よっしゃー、ピューすげえ、爆弾持ってるやつ撃ち落としたら爆弾も一緒に爆発しました。こんなとこで戦うのか。あぶねえ、これ誰か引っかかってくんねえかな、もったいねえかな。いいよ、こわー、もう今ので爆弾壊れたわ多分。よいしょ、メレ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 、あやばい、ナイスー。なんか知らんけどなんか勝手に爆発したね。後ろからも音する、やばい、後ろからも来てるなこれ。バイバイソー、ちょっとバイバイソー、爆弾が、爆弾やべえな。アイテム取りたいのって、アイテムを邪魔しないで。うー、何お前、あっぶねえ。スローでよかったこいつ動きが。よっしゃ、ふう、アイテム取れる。あいつどっから来たの、後ろから来たんだ。まあ、ゆっくりアイテム取っていきましょう。とりあえず倒したっぽい、ここはね。まだでも来そうだね、この後も。これ最初からこんなバチバチアクションなんだね、この RE4 は。なんかどっかから声するんだよな。開く？開かない。これ絶対油断しちゃダメ。絶対どっかから撃ってくるから、こいつら。やばい！あぶねえ！今どっから投げた？ここか。え、なに？ちょっとちょ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 、今ダメ今ダメ今ダメ。やっば、待て待て待て、危ない、おばちゃん危ない。ほらおばちゃん危ないっつったじゃん、爆弾の音したもん今。いや、まだだ、もうめんどくせえ。なにこの罠かけすぎじゃない。あ、待って、爆弾の音する、やばい。バイバイそうじゃないのに、あっぶねえ、あぶねえ、どっから撃ってるあいつ、どこだ。あ、アソリックか、あれか。お前もう一回爆弾構えてみ、爆弾、爆弾火つけろ、爆弾火つけろ、爆弾火つけろって。もうお前撃つぞ、めんどくせえな。爆弾火つけてから爆発させたかったんだけどな。あー、弾もったいねえこれ。でもどうせあと一発で死ぬよなあいつ。うまいこと隠れんな。ほい、終わりやろこれで。いやー、怖かったね。この家って入れないのかな。このアイテムない？あ、入れそう、ナイスー、あるある、オッケーオッケー。やっぱこういうとこちゃんと見ていかないとダメだね。弾はね、使ったらちゃんと回収しとかないと、本当にね。で、さっき気づいたんだけど、あのさっきね、青いお皿みたいなやつあったじゃん。ここにもまたあるね。さっきちらっと見えたわ。あのクレーン射撃の的みたいなやつ。あ、違うか。これかと思ったら違うかった。別でした。これ取りたいね。これどうやって行くんだろう。え、ちょっとまだ来んのかな。うーわー、来るわー。
どっちから来る？ちょっと爆弾の音がすっげーするんだよね。お前か。やっぱ。あぶね。あ、しかも罠あった。あぶねー。お前。ほんとこのバカ野郎。一匹じゃねえよな。絶対来るよな。あ、待って。またなんか変な変異体みたいになった。あれ、強えんだって、あの変異体みたいになったな。おお、頭だったら一撃だ。ヘッドショットね。ヘッドショットなら一撃でいける。あの変異体みたいなやつ。わあ、湖いいとこなのに。なんでこんなアホみたいな戦いしてなあかんの？で、リロードはできるときにやっとこう。で、ちゃんと足元も罠を見て。足元の罠を見すぎると、上からの爆弾にやられる。ここか。あ、待って。ここが目的地ってことか。じゃあ待って。それ以外のアイテム取れる場所取っとこう。なんかガンガン言ってんだけど。怖すぎんだけど。こっち行っても大丈夫だよね。ストーリー進まないよね。あ、ここにもアイテムあるわ。だから鍵持ってたらここもアイテム取れるんだね。オッケーオッケー。わかりやしたよ。ちょっとガンガンすごいんだけど。ガンガンが。で、ここに、あれね。で、こっちもね、見れてない。あー、ここは、あ、一緒か。そっか。このおっさんがやられたとこだもんね。オッケーオッケー。じゃあちょっと上だけ見て。足バサミみたいなやつ、うわー、ここも鍵だ。これね、これ僕もう何も鍵持ってないな。すっごいガンガン音聞こえる。うわー、めちゃくちゃ楽しいんだけどもうずっと楽しいんだけど。おい、おばちゃん、ありがとう。嬉しい。面白い。ずっとやりたかったからね。いや、もちろん、バイオリベレーションシリーズもね、やりたくてやったんだよ。もちろん。もちろんそうなんだけど、やっぱりこの、ナンバーズというかね、この、世紀のね、1、2、3、4、5、6、7、8はね、やっぱちょっと気持ちが違うよね。さあ、開けてみましょうか。絶対ダメだよ、こんなガンガンしたら。これ絶対強い敵出てくる。間違いない。わかる。僕わかるから。もうやべえ音してるもんだって。ちょっと待って。絶対ドンガネガッシャンって出てくんだって。あ、いた。いざなわれてるね。ほら、ショットガンの弾とかあるもん。ハンドガンじゃなくて。で、ピーピー言ってるから絶対どっかに爆弾仕掛けてる。近いね、爆弾の音が。鍵ね。どこにあるか分かんねえな。近いぞ、でも。ここだ。ここにあったんだ。なるほど。これは壊さないといけないけど、敵来てくんねえかな。あー、無理っぽいな。これは壊すしかないんか。どっから音してる、このガンガン。すげえ音してんだけど。なんかお人形さんがあるね。このガンガン、もしかしてさっきのミノタウルスみたいなやつじゃない？嫌な予感するんだけど。これ何？あ、写真だ。ちょっと古い写真ですね。ごめんね、みんな見づらいよね。僕これめっちゃ苦手なんだよ、この操作。なんだろうね。ちょっとアイテムない。アイテムないね。もう絶対ダメじゃん、ここ開けたな。あ、でもここは大丈夫か。何の音だ。ここも大丈夫だわ。この奥だな。
ガンガン言ってんの。なんか言ってる、なんかしてる。あれでも普通の人だな。ほっとこっか。でそんな強そうな敵じゃなかったわ。なんかやってはるだけだわ。作業してるみたい。あ、作業してんの。作業、あ、危ねえ。いってえ。あいつボケかす。ほんとあんなにダメージ食らうなんてめちゃくちゃもったいないことしたな。え、ここ入れないようになんか板を打ってたんだね。なんだ、なんか強い敵いるんだと思って妙に下手に変にこう身構えちゃった。しょうもねえ。この辺は多分取れないアイテムだな。うん、まあ取り逃しはなさそうですね。オッケー、じゃあ目的地に向かいましょう。ちょっとマップの見方も分かってきたし、アイテムはこういうとこね、上とかに結構見落としのアイテムがあったりとかなかったりとか、まあなかったりとかって言いますよね。うん、この見えづらいところにアイテムがあったりとかなかったりとかなかったりとかね言います。だから行きましょう。おいし、一生懸命閉じてたのにごめんねおじちゃん。せっかく一生懸命閉じてくれてたのにね。しかも今ガンガンって蹴った意味あった？今蹴った意味あったんかな。わあ、すげえ場所だな。あ、このショットガン5発入んだな。うん、え、これ11発入る？あ、違うんか。10プラス1って書いてんの。なんか効果がついてんのか。え、動いてる。すげえ不気味。めちゃくちゃ動いてんな。撃っていいかな。まあ、いっか、動いてるだけだし。あ、撃たなくてよかった。普通の人だった。あぶねえ、撃つとこだった。ゆっくり話せ。これは4のキャラだね。察しがいいね。じゃあ、セニョール、タバコあるか？いや、ガンなら。そうか、残念。ならこれほどいてくれ。かっこいい。好きだよ、僕こいつ。くそ、あいつだ。誰だ？おい、そこで止まれ。強ー、バケモン。バケモン来たー。強すぎるー。なんすか？やめて、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 いて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 。う、なんか撃ったねー。なんか撃ったねー。チャプターエンド。かなえさんいらっしゃい。こんにちは。ありがとう。どうもどうもいらっしゃい。チュチュ、いらっしゃい。RE4 ですね。楽しいですね。タイプライターって何？進む。チャプターリザルト。タイプライターって何？セーブってこと？まあ一応セーブしとこうかな、ここは。よし。で何したいんだ？あの、なんか変なとこに作っちゃったチャプターに。え？こんなとこ作った？僕今。え？まあいいか。進む。いや、おもろいねー。RE4、マジで。生体を授かりし、幸いなる子羊よ。目覚めは近い。なんだこれは。よせ、やめろ。おい、アメリカ人、名前は？レオンだよ。レオン。あ、かっこいい言い方。レオンだよじゃなかったわ。寡黙なタイプか。俺はルイス。あ、そうそう、ルイスセラだ。かっこいいよね。バケーションの行き先を。おい、やめろ。引っ張られるだ。何これ、引っ張って潰そうとしてる、このチェーンを。あ、滑車を抜こうとしてんのね。読めたぜ、考えが。ゴリラね。
脳みそゴリラ、脳みそゴリラの考え方こうなります。俺の勘だとお前は誰かを探してる。そいつは多分行方不明のセニョリータ。なんかしてんのか。若い女性話せ今すぐ。分かったよ、小耳に挟んだんだ、セニョリータを連れて行くって。連れて行く、どこへ。さあな、だが奴らは誰かを古い教会に連れてった。おお、ごました、さすが脳みそゴリラ。お前といると体が動かない。おお、すげえかっこいい。ヒュー、かっこよかった今の。あ、かっこいい。何、あ、いいコンビ、いいコンビです。今後もやっていこうぜ二人で。うわ、すごい、必殺仕事人、すごーレオンすごない。まだ終わってないぞ。あ、ダメだ、またなアミーゴ。いや、ひど、もうなんでそんなことするん。一緒に戦った仲やないか、仲良くしようやん。ということで、装備ないんだ、なんか変な場所に来ちゃいました。うわ、ほんとだ、アイテムなんもねー。DLC あれですよね、セパレートウェイズですよね。買いました。ターゲットの居場所を掴んだ。絶対やりますよ。彼女は教会にいる可能性が高い。さすが朗報ね。それから妙な男に会った。名前はルイス・セラー。うさんくさいやつだった。やつのことを調べられるか。ええ、わかった。少し時間をちょうだい。とりあえずあなたは教会へ向かって。まずはここから出ないとな。また連絡する。オッケー、じゃあ教会に行かなあかんのね。ってことは戻るってことか。え、おしげかい、おしげなのかい、もしかして。あ、ちょっと待って、ゲームどころじゃなくなった。おしげなのかい、しげしげ、久しぶり、ありがとう。しげ、ちょっとどこ行ってんのかなと思ったら、あんた、え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとみんなごめん、ゲームどころじゃないわ。連絡先を教えてくれへんここで言うなって。いや、ここで言うな、なんやけど。いやいや、本当に僕が昔組んでたバンドのね、ギタリストです。よろしくお願いします。おしげ様です。しげしげですね。いや、全然いい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 よ、全然いい、全然いい、全然いいから、連絡先を教えてくれ本当に、本当によ。で、ちなみに今バイオハザード RE4 をやっているよ。じゃあ、おしげとね、あれなのよ、ゲームやりたかったのよ。そう、でそれを誘おうと思ってたんだけど、これ壊せねえわ、ほんで、ちょっとなんか変なテンションになっちゃった。変なテンションになりましたね。今僕何やってたっけ、全部頭抜けました、内容が。今ここで、ルイスおじさんっていう人と、ルイスおじさん、まあ同い年ぐらいかな、ルイスセラっていう彼と、こいつを倒して、なんかなりました。で、これ何しろって言われた、僕。もう完全に抜けたわ。で、僕ナイフも何も持ってねえから箱壊せないっていう状況ね。いやー、びっくりしたー。いや、ほんとほんと。挨拶しといて、しげ、ほんとに。失礼します。帰んのかい？おもろかったけど。ちょっとほんと、連絡先ね。お願いね。ほんとよ。マジでゲームやろうね。いや、びっくりした。今日一びっくりしたわ。ここ数日で一番びっくりした。一番連絡取りたかったやつが。あ、いるんかい。あ、キッチンナイフもらえたわ、ほんで。ナイフで攻撃。あ、え、なに？こっからナイフで攻撃しかできないの？ナイフでしか戦えないパターンになるの。ちょっとそれはそれできついんだけど。え？ちょっと待って、ちょっと待って。いや、ほんとよかったよ。
良かったんだけど、こっちは良くないね、今。こっち良くない状況です。いるもんね、敵これ。いるな。ナイフで倒せんのかな？かわしていけばいいのかな？いやー、びっくりした。ごめんね、おしげ。スルーするよ。ゲーム中だから。スルーしちゃうけど。いや、本当に。まあ、みんなにもね、また、おしげの姿は、配信で見れるかもしれませんね。配信か、動画か。見ていただきたい。面白いんで、彼は。とても面白い彼ですよ。ステルスキール！ありがとう。キッチンナイフを手に入れた。キッチンナイフからキッチンナイフ。これ何？あれは俺の装備。あ、これが僕の装備ね。オッケー。スルーしてください。わかった。ちょっと、連絡先はスルーしないでね。本当に。どうしよう。だから、他のステルスキルでやっていかなあかんってことよね。どこにいるかわかんねえんだけど、でも。え？上とかにおられたらもう終わりだよね。あ、いる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 。ハニー、ナイフで、ナイフ所持中、画面右下にサインの出る攻撃は、スペースで弾き返せる。オッケーオッケーオッケー。オッケーオッケー、わかった。じゃあ、普通に戦いってことやね。オッケー。で、こうね。オッケー。あ、やられてるんですけど。よいしょ。あ、で、命令か。オッケーオッケー、分かった分かった。そういうことね。はい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 。ちょっとナイフ砕け散るわ、こんなんしてたら。体力やばいんだけど。あ、死にそう死にそう。死にそうよ。使っとこうか、一応ね。これやってみたかった？ほんと？そうね。RE4 楽しいよ。マジで楽しいかな。ただこれ二人でできんけどな。これ何よ。もうなんかあるね。あ、なんでこんなハンドガンをこんなかまどの中に入れといたの。ブラックさんいらっしゃい。どうもこんにちは。はじめまして。おじいです。いらっしゃいませ。ちゅちゅ。レオン、お金1000万稼ぎました。何？何その情報。レオン、お金1000万円稼ぎましたって何？すごっ。そういうことか。プレイ中でね、ゲームのプレイ中に1000万いったってことね。それはすごい。てか僕あの、やり始めたから今どれぐらいの価値なのかさ、もうよくわかってないけど。1000万も多分すごいんだろうね。で、今僕、もんなしなんだよ。キッチンナイフ2個しか持ってないの。悲しい。もうやだー、こいつら。やだー、もうこいつら。メレーはどこでできんの、これ。いった！あ、メレー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 。はい。ヒュー。強い。バカめ。俺に勝てると思ってんのか？これ、どっから入んのよ、ほんで。開くんかい。開くのね。あー、なるほど。嫌な予感しますよ、この、これは。バイオでよくある。これ、絶対手離したら閉まるんでしょ。あ、絶対そうだと思いました。これって間に合うのかな？今行った道行けるか？まあ、でも間に合わすしかねえか。オッケーオッケーオッケー。頑張っていきましょう。レッツゴー。これ間に合うんか、こんな普通のスローな走りね。あれ、どこだっけどこだっけどこだっけ。あ、これ飛び越えんのか。ちょっと待って、ルート先やるわ。こう行って、こうね。いてぇ、見てなかった。なんやねん。ここ行けるのね。これ飛び込んで入れるもんだから、もう一回だね、これ。もう一回。これって、行ける？あ、ここ行けんじゃん。ちょっと怪我したから足遅くなってない？じゃあ、ぴょんぴょんぴょんね、ぴょんぴょんぴょん。はい、お
ぴょんぴょんぴょん。ミニモニ、ミニモニじゃんけんぴょん。はい。はい。でかなの？こうね。はい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 。まあまあまあ。私に任しておきたまえ。取りましたね。返してもらうぞ。取れたよね、今ね。キッチンナイフめっちゃあるんだけど、こんなにいる？ちょっと待って。そんなに持てんのか？違う、すぐこれアイテム持ち帰るんだけど、なんで？こうして、こうで、こうして、あ、ちこうして、違うんだって。違うんだって。こうか。オッケー。で、こうね。ガンパウダー作っといても、あ、作っとしちゃう。ガンパウダー作ってどうすんだ。ガンパウダーで弾作っといても、あ、でも弾結構余ってんな。43発あるもんね。キッチンナイフもう一個取っとくかな、これ。鍵いるんかーい。どうしようかな。2時間クリアしました。あ、全部を。すごー。僕はもうゆっくり遊ぶんで、多分やきもきすると思いますが、それでもよければ、ぜひ見ててください。めっちゃゆっくりやりますからね。なにこいつ誰？こっちだ。そこのあんた。おお、お友達。あいつは？あいつは？いい声。あいつは？それじゃあ取引を始めようぜ。さあ。なんか言ってる。危ねえやつだな、あれ多分関わらんとこ。害獣駆除。工場に住み着くネズミを駆除してくれ。病気でもう移されちゃかなわねえ。俺たちには病みついてる。暇なんてないからな。ネズミをすべて駆除。あ、ネズミいたね、さっきね。廃工場。へぇー、なるほど。今100万貯めてますが、まだ全然ですね。ちなみに DLC の方ですが、タイムアタックはこれからかな。おー、なるほど。いいですね。100万。100万欲しい。武器商人の助言。宝の地図で一攫千金。俺たちの依頼はこなしてくれるか？依頼のお礼のスピネルは、非売品の貴重なアイテムと交換できる。お得意様へのサービスであった。いろんな便利アイテムを取り揃えているが、一番のおすすめは宝の地図だ。あ、宝の地図なんか言ってたな。俺たちの情報網で集めた、教団秘蔵などお宝の隠し場所が書いてある。もう金に困る心配はなくなるぜ。取りに行くには少し危険な場所もあるが、あんたなら大丈夫だろ。何？適当だね。あんたなら大丈夫とか。セーブしますよ。これやだわ、この遠くにあるやつ。あ、セーブの数今入ってたな。セーブの数も、そうか、あるんだな。少ねえ方がいいみたいなやつが。千葉さんの声、あ、ね、千葉さんの声いいですよね。ていうか声優さんめちゃくちゃいい。つうか PTS これなんて読むんだろう。このお金つい円って言っちゃうけど、50円とか。通貨を使って武器商人と武器アイテムの売買ができる。また武器はい、ありがとう。武器商人の依頼、青い依頼書で受けた依頼を達成したら武器商人に話しかけることで報酬をもらえる。僕なんか1個取ったよね、青いメダリオンのやつ。あ、これだこれだ。スピネルさん、ちょっと珍しいものが手に入ったぜ。本当？さっきね、僕ライフルの弾を取ったので、ライフル欲しいんだけど。約束するぜ。あ、これあれか、マインってやつね。はいはい。これは？あ、これライフルか。購入するとスコープが無料。めっちゃいいじゃん。タッカーフンで。あ、でも買える？どうしよう。買えるな。買えるんだけど、どうしよう。スコープ無料だって、4000円のスコープでしょ？これがつくってことでしょ？めっちゃいいじゃん。買えるな、どうしよう。でもライフルいいよね。ライフル欲しいな。あ、ケースのサイズアップとかもできんだ。これはしたいな。
今んとこいけてるけど、あ、で、ボルトのあれだね、そのボルトなんちゃらの、ボルトスロアの作り方だね。はい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 。ストレンジャーって俺のこと？俺のこと言った？そう、おまけに弱いの。おまけに弱いよね。で、ここで全部見れるやん。あ、作業ね。あ、はい、わかりました。かなえさんも大変だな。今日も漫画のお仕事ですよね、多分ね。大変。大変だから僕もこれ買います。買うよ、本当に。え、買うよ。ウェイ。アダッシュケースがいっぱいです。うそー。持てねえなら先に推理しろ。うっせえな。これ、卵ってさ、ちょっと待って。他にはまた来いよ。卵食えるって言ってたよな。この茶色の卵と白の卵って違うの？あ、もう使えなくなった。こんなにいらないよね。キッチンナイフもめちゃくちゃあるんだけど。売る？あ、ちょっと回復変わる。待って、ナイフが何マス分なのか僕分かってないんだ。あ、1列分ね。いけんじゃない？頑張ったな。1列分ぐらいだったな。え、いけるよね。2マス分いるんかな。卵があると回復ないとき少し助かる。ちょっと助かりますよね。あの、村で拾えるし。え、これでいけるんじゃない？ほら。いけんじゃん。全然いけるやんけ。卵を食わんでよかったやん。まあ、まあいいけどね。卵1個食おうと思ってたかな。パンパンだ、もうアイテム。はーい。よっしゃ。場所からでも敵の頭におやすみなさいをねじ込めるぜ。おやすみなさい。おねじ込めるのね。かっこいい。一緒にこいつを持ってけ。ただでいいぜ。ありがとうよ。スコープ。ヒュー。あんたのもんだ。ありがとう。他にはちょ、うっせえな。うっせえうっせえうっせえ。今ちょっとそんなとこじゃないの。装備したいの。じゃあ。待って、これ3番にしようかな。ライフル3番にして、ちょっとどんなか見たいね。あれつけないとダメか。スコープつけないとダメだね。スコープってどっか、あ、これか。うわ、こいつ2マスも取るんだ。幅。めんどくせえやつだな。これはじゃあ一緒にしとこうか。で、これどうやってつけんの？パーツを着脱か。で、こうか。あー、で、ついた。はいはいはい。で、見ると、うーい。ヒュー。しかも、オルトキーって僕のキーボード逆なんだよな。右端にあるんだよね、オルトキー。これ、扱いづらいな、オルトキー。どれだ？これか。いいじゃん、いいじゃん。まあ、ライフル強いからね。これは大事にしていきましょう。危ねえ危ねえ危ねえ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとやめたいやめたいやめたい、危ねえ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 、武器屋のおっさん爆破するとこだった。あとなんかネズミのなんちゃら工場の駆除、ん、逆だな、工場のネズミの駆除がどうのこうの言ってたけど、ここだよね、工場って。ネズミっていたっけ。いるんだよな多分。ここだよね。ここじゃないのかな。うん、廃工場って書いてるからここだよな。あ、いた！いた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 。何匹あるんだろう、でも。え、生きてんじゃん。生きてんじゃん。うわ、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 むずい。わ、わ、むずい。わ、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 むずい。わ、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 むずい、むずい。わ、むずい。すっごいむずい。すっごいむずいです。なんか、なんとなく音聞こえるね。走ってる音が。パタ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 って。いた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 。
あの遠くからやりたいな、近いとやりづれえな。あ、こいつバカだから一周してくんな。あ、違うルートで行きやがったあいつ。ほい、ありがとう。あと一匹。さあ、いたー。ありがとうよ。さあ、これで OK ってことだよね。はいはい。こういうのもなんか先にやっといてもよかったんだね。ああいうの気になるやつがいたら。余裕だな。もうここ用事ないよね。武器商人もいい声だね。さすがだな。信用に足る腕前ってやつだ。でさ、で要件は何だ。このスピネルって何なの。手入れの行き届いた品ばかりだぜ。俺たちが保証する。あ、何これ鍵売れんの。物も大歓迎だぜ。あ、鍵も売れるんだ。あ、だからもうこれ使わないってことだよね。っていうことだよね。合ってるよね。これ売ったらもう使えなくなるとかある？オーブンみたいなところにもアイテムある。 ありがとうございます。なるほどなるほど。あちこちアイテムあちらこちらあちこち聖書みたいになってる。なるほど。これ、あ、これ銃撃っちゃダメだよね。これは大事な銃だもんね。キッチンナイフは今ちょっと使いたいかな。置いといたとして。卵もまあまあ今は。鍵売れんの？時は金なりだ。ドットついてるアイテムはもう使えません。あ、これ？あ、そうなんだ。じゃあ売ろうぜ。ほな、思い出もクソもねえわ。他にはない一品がいる。ちょっとケースをね大きくしたいんだよね。あ、これがスピネルか。ハニッシュあるんだけど。なんだって？俺たちがこいつらをどこから仕入れてるか。企業秘密。まあでもパニッシュは別にいらんかな。宝の地図欲しいよね。これもらっとこう。あんたもお宝には目がない口か。そうだよ。ああいいね。もちろんじゃん。で、あれを知りたいんですよ。あ、これ修理しといた方がいいね。コンバットナイフ。なら武器を改良するしかねえ。カスタムは正義だぜ。貯めるとよりいいものがある。あ、なるほど。ちょっとアイテムの あれどこだっけ。さっきの組み合わせるやつ。あ、これを組み合わせてこういうのをつけると値段が上がるってことよね。あ、2個つけれんだこれ。ちょっともったいないね今売るのは。あ、やめとこ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 。じゃあ外してオッケーオッケー。で、このベルベットなんちゃらはもう売っていいんだ。ウェルカム。これはなんかくっつけれないもんね。これだからもう3つとも売っちゃおう。うん。いつもこうならいいな。オッケーオッケー。で、この宝石は置いといた方がいい。うん。で、今僕1万3000あるから、ケースを大きくしたい。少しばかり大きめのご所望。オッケーオッケー。出まして死ぬなよ。完璧じゃん。で、オーブンのところにアイテムがある。オーブン。オーブン僕どこで見たっけ。ロム線してるのに気になること言う。オーブン。あれ？オーブンどこ？さっきの部屋の中かな。いや面白いよね。この中にオーブンあった？なんかついてんなマークが。
これまたやんなきゃいけないのか。めんどくせえな。あ、取ってた。あー、そうですね、取ってたかも。あのピザ窯みたいなやつ。はい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 。こんなとこに弾入ってるっつって言ってた。でもここに今ね、アイテムらしきものがありましたよ、表示がね。あ、キッチンナイフか。あー、そうか、取っとこうかな。俺そうなんだよね、もう1個。これもう捨てちゃって、捨てるってできる？捨てるってないのか。あー、じゃあまあこれは一旦置いといて、これ取っとこうかな。うん、でこれ鍵だね。 OKOK、 分かった分かった。じゃあこの辺は大丈夫。あんで、ここ開いてるし。そうだった、開けたわ、中から。おう、行ってきまーす。この辺はなんか取れるようなもんないですか？なんかだいたいライフルとか買ったら、あの試し撃ちみたいなのできたりするんだけどね。カラスがいたりとかね。え、これ、ここどこだよ。こっちだよね、多分ね。ここどこだよっつってるし。何？なんもねえわ。なんだ？アイテム取れるね。あ、あとあれだな、宝の地図取ったから、これ宝だよね。廃工場の中のやつは分かった。あともう一個あるね。お宝系は絶対取ってった方がいいもんね。あれ、こっちしか行けないよな。こっち行けないよね。うん、じゃあこっちだな。うん、合ってんだ。ここどこだよ。でさあ、絶対出てくるよね、敵さん。え、なんか言ってる。あ、お前か。ちょっとパリあんまりしたくないんだ。足押せんだって。待って、命令する気だったよ今。いった、いった、こいつめった刺し。ガードって何ボタンだっけ。やば、いいだ。めっちゃもったいねえ弾の使い方した。ああ、ガードって何ボタンだっけ。ちょっと回復しとこうかな、もったいねえけど。素材を3つ使うんだ、素材って。 L1 僕あれなんですよ、パソコンなんですよ。パソコンなんです。それはパリーかどうかもわかんないです。この素材は何作れんの。あ、ナイフ、そうだ、ナイフあれしてくんの忘れたね、改造みたいな。カルさんナイスじゃないのよ、資源。あの、僕パソコンなのよ、コントローラーじゃないかな、キーマウだから。よし、行くよ。ちょっと待ってね、ダメージは今のところいけてる。でも回復がもうあとこれ1個しかないんだよ。そこが一番怖いよね。あ、レオンってガードないんですか。あー、そうなんだ。ってことはもうパリーで弾き返すか。うわ、何ここ。うわー、ライフルのためにあるような場所。あー、これ、ほら。え、違う違う違う、なんで言い換えたん。違うよ、違うよ、違うよ。あれあれ、ちょ、なんで勝手に。こっちよ。で、ズームが、ああ、そうか、オルトか。オルトタフ使えないんだって、僕。絶対撃ちたい。絶対撃ちたいけど外したくない。よいしょい。ヒュー。バレた？バレた？ね、バレたの？バレたの？ガードぐらいしてくれって。いや、ほんとに。ガードぐらいしてくれよって思いますよね。まあ、僕、ガードしないので有名なんで、あれなんですけど、まあ、下手なだけなんですけど。絶対あいつ一匹じゃないでしょって。絶対いるでしょ。
分かってんだからね。はい、いたねー。遠くから受ける人は全員やっときましょうね。こういうところでね。ライフルの弾買っとくべきやったかな。お、なんか気づいたやついるな。どこだ。バカじゃないやつがいるな。そう、ノーガードっていうか、ガードの仕方いつも分かんなくなるだけなんだけどね。いたねー。ヒュー。こいつ遠すぎんか。うーい。気持ちいい。ライフル気持ちいい。遠くからこう敵が攻撃できない場所から一方的に攻撃するの気持ちいい。当たったよ、ちゃんと見て。ほら、どれだ、これか。あれどこだ。アップにしたら分かんなくなるんだよね、場所。で、ここにもいるわ。ここにも。あー、動くな。ヒュー。ねえ、当たってるでしょ。ヒュー。あ、ここだったわ、ここ。この辺に。今反応あったよ。まだ声するな。これ絶対この遠くからやれるうちにやっとかないと、絶対後で後悔すると思うんだよね。どう考えても。ここだって村人ガンガン出るでしょ、この形。走りまくれる状況だし、逃げれるし。で、こういう弾薬のドラム缶があるところって絶対敵に囲まれる場所なんだよね。もう無理かな。うん。あ、待って、無理かなっつったら出てきてくれたわ。うまいこと。ありがとう。あいつ近づいてくんな。あ、しまった。しくじった。あ、でもいけたか。ライフル強いね、やっぱり。極真かなってできたらいいのにね。バカじゃないの。よし、じゃあもうこっからは肉弾戦だな。多分ガンガンもう囲まれると思うんだよ。そんなゆっくり見せてくれないと思うんだ、このバイオハザードというゲームは。そんな優しくない。これ家の中入らん方がええかな。逆に見える範囲にいた方がいいかな。入れねえわ。開かないか。絶対来るでしょ。で、上から物投げられる投擲系の敵が来るとめんどくせえんだよな。で、コイン集めは後でいい、こういう時は。開いたね。うわ、やべ、乙女エイム、乙女エイムメレー。そしてまたやべやべ、乙女エイム。どっちかひるんでほしいな。まとめていきたいな。よし、ありがとう。ちょっと待って、これ危ねえわ。無理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 よー。あぶねえ。もったいないもったいない、弾もったいない。いて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 、よいしょー。ヒュー、あぶねえ。あいつ、おい、爆弾返し。あさささささささ、ここはなんだ、狭い道だね。うわ、前にもいるじゃん。うわ、いるじゃん、びっくりした。見てなかった、思いっきり刺された。命令できないか。できない、命令したい。よし、やっべえ、こいつらめちゃくちゃいるやん。ちょ、お前まとめて。うえい、ちょっと自分の体力も失うけど。うわ、死んだ、爆発した。爆散しました。もう自分の体力減ってもいいから爆弾爆発させたろうと思ったら、マジの爆散しました。困りましたね。これもう一回ナイフル撃つとこからなのかな。あ、弾数的にそんな感じするな。ダイナマイトね、さっき投げてました。なアホなって思いますよね。
そんな知能あったんかいって。これ気づかなかったらまた怒り収まるんだね、敵はね。どっかで見たぞ。ちょっと何匹かは上でやっときたいんだよな、さすがに。針で弾き返すか逃げる。大変すぎない？なんか僕この辺で一人やったよな、さっき。あー、ここにいるな。なるほど。歩いてるから、そのタイミングでどこにいるか変わってんのか。あのおばちゃん左来るかな？聞いたな。はい。よし。で、こいつだな。お前には当てらんねえよ、その距離では。バカモンが。で、こっちにもね、いるんだよね。さっきこっちから何匹か来てたから。だから、ここのやつ相手にせずに、もう先に左行っちゃった方がいいね、どうもね。で、今のこっちの奥だったら、ケツ取られないから、いいよね。だから、あそこなんとかしてぶっ込めば、なんとかなる気がする。後ろ取られるのが一番怖いからね、やっぱりね。もういいかな。次声がしなければ、もう行こう。ういちょっとこのアイテムだけ取っとこうかな。えげつなえげつないのよ。そんなに優しくないのよ、この世界は。来ないね。あ、バイバイソーやめて、バイバイソーやめて。いや、怖い、バイバイソー。バイバイスやめて、バイバイスやめて、バイバイスやめて。ちょっとバイバイスをマジでやめてほしい。うい、痛いし、やばいし、死ぬし。ふう、ちょっとここで向かうと、リロードだけちゃんとして。遅い遅い遅い、リロード遅い。ちょっとバイバイスやめろって。やめ、お前ら巻き込まれるぞ、そんなことやってる間に。ほらー、行って。ダメだ、追い込まれすぎてもダメだ。ということはだよ、先にある程度倒しとかなあかんね、あの上にいるやつらを。ってことは、まあ、OKOK、分かった、分かった、分かった。うん、もうやることは決めました、自分の中で。多分まずこうやってやるやんか。で、この辺のおばちゃんが一匹いるでしょ。こいつか。やるやんか。で、多分この辺におっさんがもう一人近づいてくるんだけど、あのおっさん遅えんだよな。もういっかな。で、4番が手榴弾ね。OK。じゃあちょっと気合い入れていきましょう。ちょっとこのリロード速度遅いのが辛いね。声聞こえんな、でも。いるのか？あ？どこと喋ってる？上から撃たしてくれるんであれば撃たしてもらえた方が楽なんだけど。カッチンくん、カッチンくんさん、どうもいらっしゃい。おじいと申します、よろしくお願いします。どうもどうも。今日はバイオハザード RE4 というのをね、遊ばせていただきます。よかったらゆっくりしていってください。よかったらゆっくりしていってくださいって言いながら頭を撃つ。絶対ゆっくりしていきたくないね。僕なら嫌だもんね。よいしょ。リロードね、上げていきましょうね、リロード速度ね。よしよしよし。はい、もう逃げます、私、怖いから。こっちにいな、いてくれたのはこの火薬弾ね、使えるんだけどね。あの、バイバイ層がさ、この火薬弾、まとめて爆発させに来るんだよね。あ、みんな挨拶ありがとう、サンキュー。プレゼントだ。
こうでしょう、やっぱり。いったんバイバイ層も来た。バイバイ層がひどい。いていていて、ちょっとバイバイ層マジで怖ない？ちょっと本当に。違う違う、お前じゃないんだ、狙ってんの。いて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 。あははは。くそー、つらいんだけど。こっちにこだわっちゃダメなのか？どうしようかな。あ、クリアしたんですね。ナイスー。ヒュー。いいですね。僕もいつかクリアできる日を楽しみに頑張っていきましょう。どこで喋ってんだこいつの。あ、外したー。焦りすぎたー。もったいないことしたー。ライフルの弾ちょっと道変えてみよっかな。うまく爆弾とか閃光弾つながりながら。危なくなったらタブだね、やっぱり。究極はね、あのおばちゃんを思い出して勝ち込むんだ。どのおばちゃんよ。思い当たる人いっぱいすぎて分からへん。あれ、爆弾1個になってる。減るのか、アイテムって。1個しかなかった、もともと。まあ、いっか。よし。ちょっと道変えまーせん。うい、めれ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 。よしなの。ちょっとこっちも行ってみまーす。いや、バイバイソー、お前やったんか、バイバイソーは。あのバイバイソーは何、あいつ腹立つ。危ねえな、お前。やべろ。うい、そうか、反撃っていうものを忘れてた。危ねえ。ふう、コインは取りたい。あー、待って、降りれない。おい、おじさんが上がってきたところ降りる。うい、ナイスー。あ、開けてくれてナイスって思ったのに。あー、おじさん邪魔。あ、やべ、首折れいる。首折れはめんどくさい。ふう、よいしょ。メレ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 。ヒュー。普通に、格闘してった方が、うまそうやな、僕。待ち構えるより。あ、待って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 、たまない、たまない、たまない。そして回復もやばいね。ふぅー。まだいける。あと一撃食らうまで回復はせんとこはもったいないから。あ、バイバイソーってやつ、フランス語なの？そうなんだ。詳しい。ちょっとショットガンが欲しい。言いたい！いや、もう火つけよ、こいつら。ナイフの耐久なくなるわ、バカモンが。バイバイソー。よいしょ。いって、バイバイソー下からも食らうのこれ。危ねえ。下で爆発したのに食らうんだね。危ねえ、こいつ後ろから。ちょっとバイバイソー先やらないと。危ねえ。いって、お前この距離感で、この距離感とショット感どうだ。ふう、誰か物投げとるやつおるな。弾欲しい、弾。あっ、ぶねえ。あ、危ねえ、じゃあ罠じゃなかった。ふう、よいしょ。うわ、ひどい、今の一撃。足ぶっ飛んでったね。コア表現が結構きついね。あー、ライフルだよ、間違えてるよ。よいしょ。いって。これ、ひとところに止まったらダメ。ひとところに止まったらダメ。ダメ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 。一つの場所に行っちゃダメ。危ねえ。ヒュー。危ないぜ。ウェイ。巻き込まれて、みんな。バイバイ、そうやめて。よいしょ。パリね、ちゃんとして。あ、違う違う、なんでライフルなんか構えてんの。あ、
あっぶねえ、お前そこでバイバイソーあかんって。あっぶねえ、バカじゃねえの。あ、ライフル構えてます、あぶねえ。ふう、ちょっと爆弾投げさせちゃダメ、爆弾投げさせちゃダメよ。いっち回復欲しいな。メレメレ、やべ、お前バイバイソーやめろって。ここではキリないね。ちょっと回復欲しいんですけど、回復回復ないね。宝石とか今いらないね。あー、リロードしてなかった。これ右からは来ないんだよね。で、メレーね。うわ、やべ、首折れだ。うー、首折れマジで怖い。いっていって、やべ、オートメイムがいたー。はー、やたら近くでハンドガンで撃つと構え方変わりますよね。あ、本当ですか。なるほど。あの、なんかあれですよね、ちょっと引きつけたような打ち方になるってことですよね。弾何度か打たないといけない。あ、やっぱそうなんだ。いや、あの、首折れになった瞬間めちゃめちゃ耐久強になりますよね。いや、みんなが教えてくれるからまだ戦えてる。私まだ心折れてないわ。うん、みんなの応援がある限り私は戦い続けますよ、デオンとともにね。よし、ちょっとあの、僕ライフル持っちゃうね、間違えて。あんな近距離なのに数字で持ち帰るようにしないとダメだな。あ、どこで撃ってる。あ、降りちゃった。今更隠れてどうすんだお前は。メレ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 、よしよしじゃないのよ。やばい、オートメイム、オートメイム。あ、バイバイさ、やめて。バイバイソーはマジでやめて。あ、いえいえ、こいつら当たってないのか。よし、うい、邪魔だよ、本当に邪魔だから。手前の一匹を先にやっとかんとめんどくせえんだな。いって、ちょっとバイバイソーがマジでさ、すげえのよ。おいしょ、お前何逃げてんだ。やっべ、お前ら、あっぷねー。ふう、ういういで、ちょっと引いて待って、リローズする間時間がないから、これでリローズさせてもらって、リロードリロード。ふう、でショットガンの弾もらって、やっべ、下から当たってくる。下からのバイバイソー、やべ、ちょっとバイバイソーがやばい。ちょっと待って、お前か、バイバイソー。やっべ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 、あぶねえ。で、お前が怖い、お前怖い、お前怖い。いっちゃ、ちょっと待ってね。いってー、タブ開く暇なかった。何回死ぬねんここで。大丈夫か。最悪難易度を落とすっていうパターンもありやな。落としたくねえな、ここまで来たな。なんとかやりきりたいね。ちょっともう一匹待とうかな。途中でね、変更できるよ。なんかね、死にすぎたら勝手に変更しますかみたいな言ってくるらしいよ。ハーブは一応あるでしょ。
あ、ハーブもあるし、僕あれもあるわ、救急のこれもあるかな。この素材 L だとショットガンの弾とか作れんのかな、それともライフルの弾とかなんのかな。ハンドガンの弾は今んとこ大丈夫だね。どこで喋ってるこいつら。おーいえー言うてますね。この辺に一匹来るんだよな。ずっと待ってんだよねさっきから。この時間もったいないよね。行くか。あ、待って、いる、隠れてやがるぜ一匹。あれ、こいつ人だよな、違うんか。あれ人じゃねえ、あれ死んでんのか。あれ、あ、いたいたいた、おい、これはいいとしてだな。この段階には今バレてないってことだよね。よし、いきますかね。4番手榴弾ね。よし、OK。 オリジナルはやったことあるんですか。いや、ないです、ないですよ。初でございますわよ。ちょっとバイバイスやめて、本当に痛え。あ、バイバイスやばい、どっちに飛んだ今。痛え。ちょっとマジで、あの、この爆弾きつえ。しげさんの副音声って何？あー、きつい。あとでチャット見て。チャットに僕反映されてないのかな、見えないな。ヒュー、ちょっとやり方変えよう。楽しもう、ゲームを楽しんでいこう。こうクリアしよう、クリアしようという意識が強いとね、どうしてもゲームを楽しむ感覚がなくなってしまうので、ゲームを楽しみましょうね。ちょっと待って、なになに、上の方で副音声をフランス語でしてるんでしょ。あ、してるんですよ、おじ。あ、そうね、そうよ。全然見てなかったわ、全然見てなかった、ごめんね。バイバイソンね、バイバイソン、ボンジュール、ショベドボドボドブン。ちょっとあの、オルトキーがさ、僕違うのがやりづれえわ。なんで君に当たると思って狙ったんだけど。はい、ありがとう。やめろってバイバイソー。ほんで、あ、こっち来る気なかった今。ちょっともうバイバイソーに囲まれるから嫌なの。違うとこ行きまーす。進行打つぞお前、下半身丸出しにしやがって。チンコ爆破するぞ。敵いない？いないね。オッケー。おばちゃんパンツ見えるよ。うわ、近い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 。
やめろやめろお前、バイバイ層が近いんだから。よし、いい加減にしてくれ。本当よ、いい加減にしてくれ。本当にね、本当にいい加減にして。ちょっとゲーム楽しみますからね、ゆっくり楽しみますよ。あの変に、なになになに、もういたのね。変にこうクリアークリアーじゃなくて、うわー避けて。ちょっとバイバイ層なんとかしねえとダメだな。あれ弾一個あるね、弾取りたい。よし、いやめやめやめ、待って、お前何ちゅうも持ったまんま、バカじゃねえの。ちょっと考えて爆弾投げやんだな。村人全員まとめてんじゃない。ういーういーういー、ありがとう。ちょっと危ない危ない危ない、あの斧が飛んでくる音するんだよねこれ。あ、こっち行きたくないな、家行きたくねえな、危ねえ。バイバイそうじゃないのって、やめろってお前、この近距離で。これ村人減ることあんのか。よっしゃ、これいったらリロード、これいったらリロード。これ全員やらなあかん。やばっ、思いっきり食らった。うわ、余計のうめえこいつ。避けんのうまいのか僕が下手なのか。いや僕が下手なんだな。おい、びっくりしたでしょう、近くにいたかな。びっくりした。あー待って、チキンだってお前ら。うわー、まとめてきたね。これ向かい合うとやっぱりちょっと動きが遅くなるんだね。やっべえ、待って、回復回復回復、すぐ回復忘れる。ちょっと待てよ、こっちしようかな。で、今家の中にあんま人いないから。あぶね、家の中バイバイ層されたらめちゃきついな。上から投げてるやついんな。間に合う？間に合わない。あぶねー。はい、間に合う。おー、しんどん。まあ、首折れか。やべ、首折れと思ってなかった。めんどくせえこいつ。見合った方がいいな。よいしょ、もったいねー。ヒュー、リロードした状態で下降りようかな。やばいね、バイバイそう来たね。こっから出るか、バイバイそう。ふう、うおー、ここ道がなかった。よしよしよし、ヒュー、この上にいたやつらはもういなくなってる。まさか、いるんだ、いるんだね。もういなくなってるのかと思ったな。いった、どっから投げてるあいつ。あ、あ来たね。よいしょ、とりあえず一箇所に。やばい、あぶねえ。この一本道にまとめたいね、敵を。それがいいね。このバイバイ層どっから投げてんの。下
下からだな。あいつか。あいつなんとかやっといた方がいいな。いやー待って。首折れ折ったんかい。待ってね、ナイフが壊れちゃった。あ、これでも勝手に装備してくれんだね。で、回復は今んとこ大丈夫そうでもない。一応回復しとっか。さっきから死んでるもんね、この状態でね。で、リロードしといて、このホールドなんだ？あ、そこが開くんだ。知らんかった。こんなんがあったんだね。あれ？結構いい感じに倒してる。やっべえ、首折れだ。あぶね。あ、また来てたのね。チャット読んでたわ、僕。ごめんね。無視してたわけじゃないのよ。ちょっとここに一気に集まってきてくれへんかな。あれ？倒した？いや、まだ声するね。ちょっと静かにはなったけど。あ、卵あったわ。卵使ったらよかった。こんなあの場所取るやつ。もったいね。ハーブ使いまくってもうた。まだね、でも、声はするんだよね。だからどっかにはおるんだろうな。でもあの集団ではなくなったっぽいね。うん、声する。いた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 。あ、バイバイそうやんけ。しかもあいつ、うわ、お前そんなとこから投げんだって。危ねえな。あー危ねえ。バカじゃねえの。うわ、上にいるじゃん。降りよう。あー怖いねー。こういう時は、早い早い、動きが、動き早い。ライフル威力強いね。ちょっと落ち着いたっぽいのね。アイテム回収して回りましょう。やっぱ僕にまだノーマルは早かったかな。よし。オリジナルはスペイン語。そうなんだ。ようご存知ですね。あ、ここの箸なくなってんじゃんね。今気づいたけど。あれ？今アイテムあった？ノーマルの方が敵強いんだよ。多分ね。多分。ね、知らんかったっすね。僕も知らなかった。これって空箱？違うね。ちょっとお家の中とかいいのあるんじゃないですか。実は端から落ちてデッドパターン。あ、なるほど。端で爆弾で落とされて死ぬっていうパターンもあるってこと。わあ、ひどー。なんてひどいことを思いつくんでしょうね、このゲームは。楽しいね。そこが楽しいよね、バイオハザードっていうのは。ここに先行手榴弾あるやないかい。ハンドガンの弾あるやないかい。まあ、ハンドガンの弾ほとんど使いようなかったな。もういい。小さな鍵。何？あはは、足から落ちて死んだパターンやったんですね。みんないろんな死に、わあ、でもすごいな、ここ。こんな高い場所なんだ。そりゃ死ぬわな。そりゃ死ぬわ。
あれ、あれ取ってねえな。あれどっから取るんだ。ん、あれだって行くんだ。上から行けたのかな。下見えないね、霧っぽいやつでね。あれ、お前そっちにいんのはせこいやろって。今開けたとこだもんそれ。あ、やべ、いやー、危ねえ、調子乗りすぎた。あ、死んでくれた。ちょっとそっちからの敵はまだ早いってば。ここ中見たいな。どうにかし、あ、入れんじゃん。誰かいますか。ハーブの黄色あった、こんなとこに。さっき使ってもうたハーブ。あ、でも救急スプレーとかあるやん。入るべきだったね。入ったらやばいかなと思って入らんかったけど、でも入ってたらここで売買層されまくってたらもう終わってたね。あと、もうないよね。上のやつも取ったし。だから小さな鍵でもしかしてこれ、あ、じゃあこれは開けたな。 OK かな。よし、じゃあ先進みますかね。ん？違うよ。降りて。危な。ここ怖。ここすごいね、このシーン。この映像だけでも、一つのゲーム作れるよ。このクオリティね。やばいね。5発でパンパンなんだね。で、ナイフはキッチンナイフ持ってるし。ショットガン。まあまあまあ。ねえ、バイオ、クオリティ高いですよね。しかもあの、リアルやけど、ええじゃないですか、バイオって。それがすごいですよね。実写じゃないっていう。美しい。こっから帰れるんだ、向こう側にも。あ、ちょっと武器商人とか行っとこうかな、今のうちに。そうだ、僕先進もうと思ったけど。あれ？武器商人とこって、どこだっけ。え、これ今来た道。あ、ここが閉じたのか。そういうことか。なるほどね。うんうん、そういうことだね。ここのこれはどこにあるんだろうな、紋章みたいなの。見てってくれ、絶対損はさせないぜ。マジ？セーブだけさせて。僕今何か入りそうなもんってある？あー、ナイフの修理だけしとこうかな。ウェルカム。あ、それで何がお望みだ。この階層も結構高いんだね。本気で武器を改造するんだな。だけー。あー、これライフルまだ上げれんだ。ショットガン強いね、やっぱりね。まあ、ピストルっていうかこのハンドガンは後々絶対強いやつ来ると思うから、そんなに別に今は強くしなくていい気がするけど、どっちかっていうとショットガン、まあショットガンとかも強いの絶対あるんだろうけどな。今もっとそれよりもみたいなやつあるかな。パニッシャー貫通性能ね。薬になるのも毒になるのも何でもござれだ。
まあまあまあ、まあ、手入れの行き届いた品ばかりだぜ。俺たちが保証する。ちょっとナイフかな、ナイフだけやっとこうかな。結構するね。ナイフの手入れも忘れちゃいけねえ。あんたの精子を分けるひとときに。あ、でも修理で2300なんだ。これ修理したらついでに威力アップしたときについでに修理できるんかな。スピネルはしばらく貯めておく感じもいいと。あ、なるほどなるほど。修理しとっか。新品同然。新品同然。ありがとう。で、効果。ちょっとこれ耐久欲しいよね。そんなでも変わんねえな。今キッチンナイフもあるし、いっか。ペマして死ぬなよ。オッケー。で、僕どこ行けばいいんだ。これがさっきの警告でしょ。このマークなんだ。金のマーク。あー。かなり使ってます。そっか。じゃあやっぱり強化は取得だけしといた方がいいのかもしれないですね。で、僕どこに行けばいいんですかね。あれ気になってんだけど、あれどうやって取るんだ。あ、向こうの上からしか行けないのか。ここって中から開けたっけ。開けたいなー。ちょっとお金頑張って貯めないとダメだな。こういけたのか、気づかんかった。で、私はまああそこ開けたんだからあっちに行くべきだよな。これただ戻るだけだよね、でも。結局。戻ってきちゃうんだよな。なんかこんなアイテムあったんかな、どっかに。小さな鍵じゃないよね。小さな鍵使うようななんかがあんのか。目的地見れる？これ何？この金色のマーク。目的地ってこのオレンジのドアんとこかな。わかんねえな。もう一回行ってみっか。上から行ける場所なかったもんね。ここ飛び降りるだけだもんね。あ、ここは、あ、ここ開けなくていいわ。開けなくていい。中から開けれたもんね。鳥みたいなんがいて。あん？下に降りるとかは絶対ないよな。こっち行けないよね。登ったりできないよね。あ、このい、あー、でもこの上も無理か。向こうにはしごあるな。あれ、どうやって行くんだ？あ、なんかあったな、そういえば。なんか一箇所変なとこあったわ。これね。おー、ここ通れないんだな。ん？こういう階段あるんだけどね。
わかんねえ。どこに行けばいいんだろうね。いやはや、どうしたものやら。これ現在地でしょ。これセーブポイントだよね。で、廃工場。わかんないね。あ、これこっち道あれっぽいね。わかんないけど、ただの崖にぶつかってるだけかもしんないけどね。上の樽爆弾があったあたり、あっちのあれはね、結局あっちが商人がいる場所なのよ。だから多分方角一緒になっちゃうんだよね。上から行くか下から行くかだけになっちゃうかな。チャプター今はいくつでしょう。わかりません。あ、こっち？いや、これ無理だね。死んじゃう死んじゃう。自殺です。自殺ですわよ。あ、こっちね。いや、無理です無理です。これは無理ですよ。これは向こう行った武器商人ね。これチャプターってどこで見るんですか？全然最初です。わかんないなぁ。どこ行くんだろう。まあでもうろうろするしかねえよなぁ。ここ、それにしてもすごいな。空中浮遊感が。あの上とか歩きてえなあ。あー、教会向かうとかなんとか言ってたよね。なんとかしたら教会向かってみたいなこと言ってたよね。戻っていけばいいのか。そういえば言われてた、教会が。教会に戻って、ああ、あの、あいつにね、無線の人に行ってみっかー。じゃあな。一流品ばかりなんだぜ。これはこっちから開かねえのか。敵も出ない同じ道を。ひたすら行く。あぶね、罠かかるとこだった。これどこだっけ、こっちだっけ。ここで捕まってったっけ僕ら。違ったらごめんね。そんな気にしなくていいよ。結局あの進むのは僕だからね。あの選んでんのは僕だから。これなんだこの道。こんなとこ来たっけ。なんだなんだ。お？扉が。すげえ水の音する。面白いとこ来ちゃった。これあの村の下んとこかな。クレスト。あ、この村で。え、どっちの村？さっきの村？なんか声する。ここはあの
ルイス・セラーと一緒にいたとこだよね。あれ戻ってきちゃった。教会への戻り方が分かんねえな。そうか、でも教会っていうか、もともとその捕まってここに連れてこられてるから、どこが教会なのかも僕分かってねえわ。奥の建物の2階にクレスト。奥の建物の2階にクレスト。それがあったらあの扉開くのかな、もしかして。奥の建物の2階。イエー、楽しい時間の始まりだぜ。奥の建物の2階。奥の建物ってどっちだろう。僕ここで何撮ったっけ。これなんか撮ったよね、ここね。これ何撮ったっけ。これで小さな鍵取ったんだっけ。なんかキーアイテムってどこで見れんだろう。あ、キーアイテムってこれか。手前の2階がある家、多分これだね。2階がある家、2階がある家。これ2階ねえよな。これも1階だな。地図で言えば下の方ね、これのことかな。ここってでも、あったー。あざーす。ひゅー。え、待って、声するんだけど。うわ、なんで？なんでまたいんの？おっと、足が滑った。足滑った。バイバイスやめろって。よかった、あったあった。ふう。よかった。助かりました。これですね。ちょっとセーブだけしとこう。よしか。一旦終わっとこうかな、ここで。ちょうど霧もいいので。霧もいいので。ごめんね。うん。喉やられました。一旦今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ちょっと待ってね。なんかしゃがんじゃうんだよな。お？なんでしゃがんだ？ん？あ。ボタンがなんか操作が間違っちゃうね。
いや、めっちゃ楽しいね、RE4 ね。いやー、これ、バイオ4初期はクレスト2つ必要だった。きつー。きつーい。ちょっと待ってね。オプションで。こうして。ほい。よいしょ、ご視聴ありがとうございました。ですね、今日、この、まあ、RE4 今終わって、今日の8時からはですね、芋虫っていう、鬼畜ゲーム。めちゃくちゃ可愛らしいんだけど、ただ上に登るだけのね、昔で言う壺男とか、最近で言うジャンプキングだっけとか、そんな感じの上に上にただ登っていくだけのゲームなんだけど、めちゃくちゃむずいっていうイライラする鬼畜ゲームをね、今夜8時からやろうと思っておりますので、もしよろしければね、そちらも遊びに来ていただきたいなと思います。で、ゲーム自体もなんか200円ぐらい300円ぐらいかな、らしいんですよ。まあね、多分ずっと遊べるゲームだと思うので、もしよければね、 Steam とか遊べる方は、まあ、並走していただいて、俺はここまで行ったぜみたいなのを教えていただけるとね、嬉しいなと、楽しめるのになとは思っております。というわけでね、ご視聴ありがとうございました。RE4 はね、今後も多分ガッチガチやっていくと思うん でこんな感じで、本当に僕先も分からずやってるので、今回めちゃくちゃ時間かかると思います、今まで以上に。なので、いっぱいやると思います。はい、というわけで、おじいでした。よろしければ、また次回の配信でお会いしましょう。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、おじいでした。じゃあねー。バイバーイ。